レスマーチから始まる異世界競争局始めます !15 の1イタチ帝国へサトゥーです小学校の頃に道草を食ってはいけませんという標語の道草というのが何の植物か気になって親や先生に質問して回った記憶があります彼らの困った顔は覚えていますが彼らが何と答えたかは記憶に残っていません光線レーザーセーラの中級光魔法が兵隊オニアリソルチャー王がアントの群れを打ち抜き 後ろで指揮を取っていた将軍鬼アリジェネラル王がアントの障壁に弾かれ散った。ここは、マキワ王国とイタチ帝国の間にある魔物の領域、その領域の主であるオーボアリヒュージクイーンアントのいる巨大な巣の中だ。イタチ帝国への移動中にスタンピードを起こしそうなほど魔物が飽和していたので、仲間たちのレベル上げを兼ねて間引きに来ている。現在は後発組のみが戦い、レギュラーメンバーは後ろで観戦中だ。予定では、そろそろ、 イタチ商人の約束の時期なのだが、県の商人はいまだに再会を約束していた出島島に戻っていない。なので、商人が出島島に来るまでの間、イタチ帝国の辺境を観光しておこうと考えたのだが、先ほどの理由で、こんな地下をさまよう羽目になっている。キツチエアハンマー、うつおぞと近づいてくる巨大な兵隊ニアリを、ゼナさんの魔法が押し返す。やはり、中級魔法だと、架空への敵にはレジストされてしまいますね。そうですね。 風防御ウィンドプロテクション。セイラが次の呪文を唱え始める間にも、ゼナさんは2つ目の呪文を唱え終わった。この速さは、呪文の短い火球魔法としても異常で、ゼナさんが、セイラに習って最近取得した栄昇短縮スキルのおかげだ。敵の光栄が放ったクリスタルの矢を風防御が落とし、魔導鬼アリマギオーガアントの使った火球を、ゼナさんが、頂上の反対側に持った魔小銃アンチマジックライフルで打ち消す。その間にも、ゼナさんは、 三つ目の呪文の映像を始めた。ゼナさんは、下級魔法を多用した魔法盾という特殊なポジションを確立したようだ。もっとも、七のスタンダードな物理盾よりも、忍者玉の回避盾に近いし想工、なので見ていてハラハラする。三つか力線フォトンレーザー。聖路の上級光魔法が、兵隊オニアリの群れを投げ払い、後ろで指揮を取っていた将軍オニアリジェネラルオーガアンとの障壁を切り裂く。暗い地下道なのもあるが、 障壁の上できらめくスペクトルがなかなか綺麗だ。今ですわ。カリなどの、まだ早い。カリナ城が、アリの集団に向かって、窓稼働を発動した。知性ある魔法道具インテリジェンスアイテムである、ラカが慌てて止めるが、すでに、カリナ城は、敵の眼前まで飛び出た後だ。将軍オニアリを守るべく、騎士鎧オニアリナイトアーマード王がアント2体が、カリナ城に盾を押し出してくる。シャラクサイ、ですわ。盾の髪型に、 美脚による蹴りを加え、体勢が崩れた相手を踏み台にして、アリの頭上を、綺麗な跳躍で飛び越える。ギャラリーに徹していたアリサが、アリを踏み台にしたー。と叫びを上げたが、アリサの規制はいつものことなので、誰も反応しない。少し寂しそうだったので、後でもう少しかってやろう。キツチエアハンマー。カリナ城の着地を狙う大剣気アリクレイもあおがアントを、ゼナさんの風魔法が吹き飛ばす。残念ながら、 その向こうの重装兵鬼荒りヘビーソルジャーオーガーアントは、ゼナさんの作り出した暴風をレジストして耐え切った。ラカさん。承知。カリナ城の装備した魔法道具を、ラカが代わりに制御して、彼女の腕の先に、螺旋状の光の渦が生まれる。カリナー、ブレイク。カリナ城が絶叫しながら、光の渦をまとった拳で重装兵鬼荒りを蹂躙する。その採用では、 耳障りな騒音を出す、窓オニアリマギオーガアントや弓兵オニアリアーチャーオーガアントが攻撃姿勢に移っていた。カリなどの。A、ラカさん。ぐるんと、その場で横に一回転したカリナ城が、光をまとった駒のような残像を生み出す。光を帯びたタテロールの髪が舞って、なかなか綺麗だ。ブレイクー、ショーッと。遠心力の勢いを乗せた渦巻き状の弾丸が、重装兵オニアリの間を抜け、自伝をまとっていた、窓オニアリを打ち砕いた。 カリナ、浴びないよ。このままだと囲まれちゃうのです。リザの両脇に抱えられた玉とポチが、カリナ城の援護に行きたそうに、ジタバタと動く。大丈夫ですよ、二人とも。キョトンと見上げる二人に、敵陣の背後から姿を現した集団へと、リザが視線を導く。皆様、遅れてしまって申し訳ありません。ゴーレム立てたい、前へ。MVA。システィーナ王女の指令に応えて、大盾を持ったゴーレムたちが、 アリとととのの距離を詰める。王女の後ろには、陰卒とししてて同行していたナナとヒカルの姿があった。カリナ城への包囲網を狭めようとしていたアリが新たな敵の出現に隊列を乱れさせた。今だ。カリナ殿。はい、ラカさん。回し蹴りで重装兵鬼アリの一匹を蹴り飛ばしたカリナ城が8層飛びの要領でこちらに戻ってくる。カリナ用突撃が早すぎます。堅いラカの守りがあるとはいえ完璧ではありません。 大怪我をして、キツ跡でも残ったらどうするのですか。先ほどのカリナ城の迂闊な行動をセーラが叱る。セーラ殿、主人に代わって謝る。ラカ殿はカリナ様のお目付けなんですから、よく監督していただかないと。セーラ様、お小言は戦闘後に。殿下が押され気味です。下級風魔法でアリを牽制したセナさんが、セーラに意見し、次の魔法の栄章に入る。すみません、セナ。カリナ様は怪我はありませんね。 ごめんなさい。傷がないのなら構いません。サトゥーさんのお嫁さんになる前に傷がついたら大変ですからね。お、お嫁さん。セイラの言葉に、カリナ嬢が顔を赤くする。今のところ、そんな予定はありません。む、サトゥー。俺の横にいたミアが、ぐりぐりと頭をこすりつけてくる。それを見たアリサが、同じように頭をこすりつけようとしてきたが、デリケートな位置だったので、軽くガードして、 戦いの行方を見守った。どうしたの、サトゥー。ああ、ちょっとね。中ボス戦が終わったので、マップを確認していたところ、妙な交点の動きを見つけた。俺は、ガリナ城たちの監督を話しかけてきたヒカルに任せ、交点の詳細を確認する。交点は、ここに来る前に見つけていたマキワ王国の患者集団だ。どうやら、イタチ帝国の領域に侵入しようとして失敗したらしい。俺は、 空間魔法のトーミクレアボヤンスを発動して、患者集団の様子をうかがう。ゲゲッ、グロイ。まさに、死してカバネ拾うものなし落ちで言っている。マキワ王国の患者集団とイタチ帝国の防衛部隊の実力が白昼しているらしく、双方、共に、国境に死体をさらしている。今は、最後の2人が戦っている最中らしい。イタチ帝国の黒ひょのりが、やや有利なようだ。黒ひといっても、普通の動物ではなく、 頭にネジのような魔法装置を取り付けられた影沈み表射道リーピングパンサーという魔物で、実に機敏な動きをしている。殺し合いを楽しむような趣味はないので、遠見を閉じた。スパイ同士の殺し合いに干渉する気はないしね。ニュータマ、どうしたのです何度目かの休憩時間に、カリナ城に、ドリンク剤とタオルを渡していたタマとポチが、そんな会話を交わしていた。ちょ、ちょっと、また上級魔族でも出るの アリサのどこか期待に満ちた問いに、タマがフルフルと、首を横に振って否定する。誰かが呼んでる気がするタマにもよくわかっていないようで、体ごと首をかしげて頭を悩ませている。俺も耳を澄ませてみたが、聞き耳スキルで強化された聴力でも捉えられない。なら、行ってみようか。ヒカル、こっちは任せたよ。うん、任せて。俺は、後のことをヒカルに丸投げし、タマとポチの二人を連れて、巣穴の出口へと転移した。 何かわかるかいにから。俺の肩の上に乗った玉が腕を組んで眉を寄せる。さすがにありの悲鳴じゃないはず。しばらく、そのままで待機する。こっちから。不意に、耳をピクリと跳ねさせた玉が指さして駆け出した。いつの間にか普段着から忍者装束に変身している。忍者らしく、途中から枝から枝へ飛び移っていくので、ポチを担いで天下でついていく。最近天下を覚えたりざと違って、 ポチはソラフができるようになったばかりなので、タマの本気の移動には追いつけないのだ。今、何かあったのです。ポチがそうつぶやいて、背後を振り返る。イタチ帝国との境界を通り抜けた時に、感知系の結界を通り抜けた時のような感触があった。先ほどのマキワ王国の患者集団は、この結界に引っかかって迎撃されたのだろう。タマを追いかけながら、全マップ探査の魔法を使う。ここは、イタチ帝国、第六教区という領地らしい。 都市が1つに、鉱山街が2つ、それらの都市を結ぶ街道に、都市と南北の両境を結ぶ主街道があり、村はそれらの街道沿いに少数しか存在しない。いくらなんでも都市部の食料供給を賄うには農村が少なすぎる気がする。続いて、マップの交点をグループ別に把握していく。近くの砦からマローの背に乗った集団が出発したようだ。なかなか初動が早いさらに、 コローインコのリエルダーパラキートライダーが偵察のために発信した。ストレージからおとり用の小型飛行船を取り出して両都の方へ飛ばす。おとりとか乱用なので、昨日の中はヘリウムではなく水素を充填したタイプだ。玉が向かう先には先ほど見つけた街道沿いの宿場村の一つがある。マップの交点の動きが変だ。ご主人様、前から血の臭いがするのです。ポチの言葉の途中で、俺は天意で、 多摩の目的地に先回りする。地中立ち込める村の中央に、先ほどの黒氷がいる。乗り手は、戦っていたマキワ王国の患者と相打ちになったのか、それらしき人物は、マップ内にいない。俺は、素早く変装用の魔法を使い、自分とポチを、マキワ王国風の金髪男と虎人族の少女に変身させる。ポチ、魔法薬の使用を許可する。怪我人を救え。はい、なのです。俺は、 空間魔法の窒息爆バインディングエンタングルで爪を赤く濡らした黒表を空中に縫い留める。村長はいるか怪我人を村の中央に集めろ。俺は大声スキルの助けを借りてイタチ語でそう叫ぶ。歩きながら治癒魔法を使い、重傷を負っている者を優先的に癒していく。村人には動けないほどの重傷を負っている者が多いが、足を狙った攻撃が多いため死者はいない。 プロヒョは行動不能にすることとをを目的としたた戦闘訓練を受けていたようだ。人口の割合的には、イタチ人が3割、トカゲヒト族が3割、残りが雑多な獣人らしい。そんなことを確認しながら、怯える村人に治癒魔法をかける。ご主人様猫人の子供を背負った玉がこっちへやってくる。子供の服は血で赤黒く汚れており、背中がひどく破れていた。怪我は、すでに玉の持っていた魔法薬で癒した後らしい。 この子が泣いてた。そうか、玉は偉いね。子供を地面に下ろした玉の頭を撫でてやる。距離的に聞こえるはずがないのにそう思って、玉のスキルを確認したところ、ギフト欄に、虫の知らせというのが増えていた。後天的に手に入る先天性スキルギフトとは、これいかに。まあ、便利そうだからいいか。ぬぅ<む>。母ちゃん。村人の集団から飛び出した猫人のおばさんが、子供を抱き上げて、ペコペコと頭を下げて、 例の言葉を口にする。その母親の後ろから、杖をついたロいイた知人が現れて、2人を集団の方に戻らせる。村の窮地を救ってくれたことを感謝する。ロいイた知人は偉そうというか、猜疑心に満ちた感じの話し方だ。砦の者たちではあるまい。貴公らは何者だ。おせち会いな越後のチリメントン屋の隠居だよ。密入国者扱いなので、正直に答えると問題になるので、適当な身分を訴訟した。チリメントン屋 聞いたことのない商品だ。まさかと思うが、中央ではなく、外国のものかそうだ。俺が頷くと、老いた知人が、苦虫を噛みつぶしたような顔になる。この、国が鎖国していることは、知っているか取りのものに見つかったら、こつれでも皆殺しにされる。必要なものがあれば言え、何でもとは言わぬが、恩人が必要とする品くらいは用意しよう。ならば、この国のことを知りたい。 貧しそうな村から物品を巻き上げるのも何なので情報を求めた。漠然と聞かれても答えられん。ここが、イタチ帝国、第6教区の6番17号宿場村という情報は求めていまい革新めいたらイタチ人の問いに思考する。イタチ帝国の外縁にあるここを含む9つの教区は、皇帝から捨てられた領地だ。神への信仰を無駄と切り捨てる皇帝には、信仰を捨てられぬ我らは無用なのだろう。彼の言葉をおのみにするわけにはいかないけど、 メモ帳のイタチ帝国情報に追記しておこう。領地からの移動が禁じられているのかいや、禁じられてはいない。実質、不可能なだけだ。不可能魔物の領域はともかく、街道を通れば、他領には行けるだろう街道が繋がっているのは、ここと同じ、京区だけだ。捨てられた者同士の交流は黙認されているが、京区以外の領地へと続く街道はない。空を飛んでいこうとすれば、老いたち人の言葉の途中に、 村の北西から爆発音が響いた。驚いた村人たちがしゃがみ込んで音の方を伺う。おそらく、俺が放った飛行船が爆発したのだろう。どうやら侵入した者がいたらしい。教区の外側と内側の境界には、いくつもの小砦がある。砦の帝国軍がネジを仕込んだ飛行魔獣や噴出向きを抱えていてな、空を飛ぶ者をわあやって撃ち落とすのだ。なるほど。この教区というのは国の中の国というか、 一種のルケ地チのような扱いになっているのか。俺は、老いた知人から、怪しまれずに、教区の都市へ入るための方法や風習について教えてもらった。そこに慌てた様子の猫人の男が駆け込んできた。長老砦の帝国軍だ。うむ。レーダーにも、帝国軍の兵士たちが向かってくるのが映っている。そういうことだ恩人殿。我らが時間を稼ぐ間に逃げるがよかろう。時間稼ぎは無用だ。それと、 俺たちのことは、兵士たちに話して構わん。黒氷を連れて現れた黒装束の男たちが、食料や水を奪って逃げたとでも言っておけ。俺が片腕を上げて、玉とポチに合図すると、黒氷のところにいた二人が、平野からと、黒氷を、村の入り口の方に投げ飛ばした。俺が、空中で、バインド系の魔法を解いてやると、猫科の動物らしく、空中で一回転して、きれいに着地し、兵士の方へ向かって駆け出した。 俺の威圧スキルではなく、黒ひの前でステーキとかハンバーグがいいのです。とか囁いていた玉とポチの食欲に恐れをなしたに違いない。村人たちの驚く声と、黒ひと交戦を始めた帝国兵をよそに、俺たちは、天意で仲間たちの待つありの末と帰還した。兵士にけが人が出るかもしれないが、レベル的に考えて死人は出ないだろう。サトー。ついに、レベル50に達しましたわ。俺たちが、 みんなの場所まで戻ると、カリナ嬢が、そう叫んで飛び込んできた。彼女にしては、珍しく満面の笑顔だ。反射的に回避しかけたが、軽く受け止めて地面に下ろす。結構距離をあけて受け止めたにもかかわらず、柔らかくて、素敵な感触が、俺の胸に届いていた。まちち恐れるべし。おめから。おめでとう、なのです。レベルアップを祝福する歌を合唱しだした仲間たちの騒ぎが一段落したところで、 村での出来事と話を語って聞かせる。教区ですか気になりますね。では、時間もあることですし、一度調査に行ってみましょうか。こうして、俺とセイラ、それから、護衛役の三人で、教区の都市へと偵察に行くことになった。護衛役は、平等な網田くじでリザが選ばれたようだ。でも、その前に、ここの間引き作業をもう少し進めないとね。15の二教区。サトゥーです。都会というと、 コンクリートジャングルというケー区が出ますが、最近では地方よりも都心の肩が力化されてきている気がします。中途半端に田舎だと、灰色と紺色のまだらなんですよね。テニオンのひしり印か、よかろう通れ。門営様に、神の祝福があらんことを。ああ、祝福を。やる気のなさそうな灰色服の門営が、ひしり印の形に軽く手を振って、指紋を通してくれた。彼は、まだマシな方で、他の門営たちは、 詰め所の横でサイコロ遊びに興じているようだ。随分、不真面目な英兵たちでしたね。そうですね、リザ、そんなに気を張らなくても大丈夫だよ。俺は、セイラに答えながら、鋭い視線で周囲を威圧しまくるリザを注意した。今日は、三人とも偽装マスクをつけているので、オリジナルの大和石川リサ級の鑑定スキル持ちでない限り、偽装を見破ることはできない。道行く人は少なく、誰もかも、灰色の服を着て背中を丸めて歩いている。 店舗もあるが、棚の商品も少なく、客もまばらだ。客と店主のやりとりを見る限りでは、この都市では紙幣が使われているらしい。マップを軽く調べると、市の中央には、魔人と竜人を除く神々を祀った七つの巨大な神殿がある。遠見の魔法で確認したところ、どれも建設中のようだった。あれも祭壇でしょうかそうですよ、リザ。七つある祭壇それぞれに、神々のひじり印が刻んであるようですね。 リザとセイラが話題にしていた祭壇に視線を移す。辻ごとに地蔵御子とのような小さな祭壇がある。偶像の代わりなのか、ひじり印が刻まれた青い石が置かれてあるようだ。祭壇の並ぶ順番は決まっているらしく、あまり馴染みのないヘラルン神から始まってパリン神で終わる。この間、大やけ都のパリン神伝で学んだ資料によると、神々の主座ヘラルン神、闘争と勝利のガルレオン神。審判と断罪のウリン神、 英知の仮ン神、多情と変化の在空音神、癒しと恋愛の手にン神、幼子と正義のパリン神、のように書かれてあった。もっとも、時代によって、それぞれの神が司さっていると言われる事柄の記載は変化しており、神々自身が、自分は柄の神だと宣言しているわけでもないようだ。さて、それはさておき、中央の大神殿に向かう途中にあった小神殿から、トラブルの呼び声が聞こえてきた。お願いします。 神官様。癒しのそのにお慈悲を。前にも言っただろう。我らにできるのは、神に祈ることだけだ。流行病は、槍、病を、癒やすような法術は使えぬ。志賀王国でもよくあるやりとりだが、マップ検索したところ、少し事情が違うことが分かった。この都市の神官は、数が多い割に、レベルが低い。中央神殿にいる少数の例外を除けば、みんなレベル10以下だ。これでは、 中級カミセイ魔法の病気回復リムーブデシーズや上級カミセイ魔法の薬病回遊ピュリフィケーションウイルスなどが使えないだろう。サトゥーさん、ちょっと待ってください。助けを申し出、したそうなセイラを止め、マップで状況を再確認する。どうやら、都市内に薬病が広がっているようだが、異性者が保健者を隔離する重要性を分かっているらしく、ごく少数を除けば、市内の一角に患者が集まっていた。マップで知った病名を、 ストレージ内の書籍で調べたところ、致死性の病だが、潜伏期間が短い種類なので、感染爆発パンデミックは起きにくいだろう。確認しました。セイラさんの神聖魔法で癒やせる種類の薬病のようです。俺は、そう告げて、感染防止のために、宇宙服アストロスーツの魔法を仲間たちにかけた。では、行きましょうかはい、サトゥーさん。俺たちは、セイラを先頭に、昇神殿へと向かった。 新官様が来てくださったぞ。陳情していた男に連れられてやってきた癒しの園は、予想に反して衛生的な建物だった。新官様、こちらの更衣室で浄化服にお着替えください。貿易布は、新しいものをご用意しましたので、ご安心ください。職員から医者が着るような手術服と新品のマスクを手渡され、更衣室へ案内された。いぶかしそうなセーラ取り座にうなずいてやると、二人も安心した表情で女性更衣室へと向かう。 俺は、ともかく、二人には、貿易用の服というのが理解できなかったに違いない。着替えを終えて外に出ると、尋常男が待ってくれていたので、セイラたちの準備が終わる、まで彼と雑談して過ごした。彼は、ここの責任者で、もともとは、帝国中央の病院で働いていたらしい。私は魔術が使えなかったので、医者ではなく、看護師として勤めていました。ここに、もし中央にあったような器具や薬品があれば、 患者たちを無意にになせつに済んだのですが、帝国中央には皇帝直属のブレインズという組織がありそこからもたらされた知識でデートの医療機関はここ10年ほどで飛躍的に進歩したらしいどんな機材なんですかえー、っとあれすみません単語が出てこなくて年は取りたくないですね彼は苦笑しながら薄い頭をポンと叩くそんな便利なデートから全時代的な教区送りにされて腐っていた時期もありましたけど やっぱり、苦しんでいる患者さんを捨ておけなくてね。彼は、皇帝の推し進める帰郷政策に従わなかったために、恐怖を送りにされたそうだ。不合理な神への信仰を捨て、臣民に、富と幸福を与えた皇帝を崇めろと言われてもね、テニオン様への信仰を捨てるなんて、私にはできませんでした。皇帝は神になりたいのだろうかそれとも、人々の信仰を糧にする神々を弱体化することが目的なんだろうかどちらにせよ 神々に喧嘩を売る行為だと思う。化学兵器や噂の汽車などの普及といい、天罰が落ちていないのが不思議なほどだ。イタチ帝国の皇帝は、どんな手段を用いて、神々の歓喜に触れずに住んでいるのか気になる。イタチ商人の仲介で皇帝に会えたら、ぜひとも聞いてみたいね。こちらです。新官様。責任者に案内されて、隔離病棟へと入る。ちゃんと、二重扉で感染を防止しているようだ。歓喜か 空気清浄の魔法を使っているらしく、病室の空気も濁っていない。ここの職員を少しでいいから、シガ王国にヘッドハンティングしたい。もしくは、越後屋商会から、何人か研修に来たさせたいね。動けない患者を先に癒します。範囲魔法を使うので、患者を、なるべく一箇所に集めてください。え消費魔力の大きい、病気回復リムービーでシーズを範囲拡張して使うなんて無茶です。イラの指示に、病棟付属の新官が、 驚きの声を上げた。大丈夫ですよ。リザ、俺と一緒に、重篤患者をベッドごと運ぶのを手伝ってくれ。承知いたしました。ご主人様。今日は、リルクの手マジックハンドの魔法を多用するわけにはいかないので、リザと二人でベッドを運ぶ。久々の肉体労働だが、俺もリザも病棟ごと運搬できるほどの筋力があるので楽勝だ。そして、頂上を持ったセイラの炎症が始まる。 セイラの身につけた魔法ブースト用のソーシングがきらめき、神々しい雰囲気を醸し出す。彼女に集まった膨大な魔力が、人々の服の裾や髪をパタパタと揺らし始める。俺は、セイラの後ろに立って、こっそりと、精霊光を全開にし、セイラが魔力を集めやすいようにサポートしてやる。薬病回遊ピュリフィケーションウイルス。映像完了と同時に、セイラから溢れた正常で暖かな光がキラキラと、患者を包む。俺は、 セイラの魔法発動と同時に、森魔法の精神力復活スタミナチャージと水魔法の体力復活カロリーチャージを魔法欄から順番に使って、患者たちの疲労感を軽減してやる。ああ、なんて、気持ちのいい光かしら。体に力がみなぎるようだ。神官様をお導きくださったデニオン様に感謝を。地位を実感した患者たちが、涙を流しながら上ごのように呟く。軽度の患者は後回しの予定だったのだが、面倒なので、 水魔法の病気治癒はデシーズを発動して、重篤患者と同じタイミングで癒しておいた。今なら、セイラというか、テニオンの女神神様の起こした奇跡と解釈してくれるだろう。サトゥーさん、余計なことに首を突っ込んでしまってすみません。いえ、気にしないでください。セイラさんが行かなければ、私が行っていましたよ。治癒を終えた後、患者たちからセイラが聖女認定されそうになったり、病棟付き神官がセイラに弟子入りしようとしたり、 とといっったたた。騒動があったものの、ののなんかか癒しのそのから脱出できた次は配給券を使いに行ってみましょうかさっきお礼にもらった紙幣ですねセイラが珍しそうに紙幣を取り出したお礼にと配給券の紙束を差し出されたのだがたくさんあっても使い道がないので3枚だけ受け取ったのだ初めは普通に通貨だと思ったのだが教区内だけで使える配給券というものだった配給券は 食料券と日用品券の2種類があり、配給所まで持っていけば、教区の外から運ばれてくる品と交換できるそうだ。他にも、試行品や薬品と交換できる奉仕券というのがあるらしい。ご主人様。珍しくリザが、俺の耳元に顔を寄せて囁いた。飛行型魔獣の群れです。東方をご覧ください。リザに促されて空を見上げると、8体ほどのロック蝶の群れが都市に向かっているのが見えた。都市に警鐘が鳴り響く。 便だ。配給品が来るぞ。法試験をもらえるチャンスだ、急げ。男たちが広場に立てかけてあった荷車や台車を引いて、都市の入り口に走っていく。どうやら、襲撃ではなく空輸便のようだ。見に行ってみましょう。俺は、二人に声をかけて、その様子を見学に向かった。だ、大胆な荷卸ろしですね。はい、中野商品が傷まないのでしょうかセーラとリザが驚くのも無理はない。 ロック長は、都市の正門から少し離れた地上付近に、着地することなく荷物を投下して去っていったのだ。ロック長の頭部には、昨日の黒表と同じくねじのような調教補助の魔法装置がついていた。そのまま、中央の倉庫へ運べ、市内カラウまで現れた身分の高そうなイタチ人の女性が、荷車の男たちに指示を出すのが見えた。教区長様。食料40、日用品2です。日用品の2包みに目録がありました。 よこせし好品はなしか。上進しておいた薬品も、栄養剤のみ、皇帝陛下は、我らが、流行病は、やり病で朽ちることをお望みか。どうやら、彼女には、セイラが流行病を癒した話が、まだ届いていないようだ。布類は多めですね。染料はやはり入っていません。最後の染色には、やはり、闇市の連中に協力を頼むしかなさそうです。やむを得ん。新人の欠片もない連中に頼るのはゴーハラだが、 儀式魔法を使うためには、聖典に記された黄色をないがしろにするわけに配管。染料を手土産にして、都市のトップと接触するのはありな気がするが、今は情報収集段階なので、それは、止めておくことにした。た体もと豆を、潰した後、固めて拡柱型にしたものが主食のようですね。臭いがひどいですが食べられないほどまずくはありません。隣の包みは、長期保存用の干し肉の塊のようです。程よい硬さですね。 配給所で受け取った食料の包みをリザが解説してくれる。カロリーバーは、微妙な発酵臭が花をつき、手を出すのをためらわせるほどだ。リザが賞賛した干し肉は、硬すぎる上に塩辛いので、普通の人は、ナイフで削いで食べるか、水で戻して食べるのだろう。周りの人たちの様子を見る限り、一つの包みで一日分のようだ。あえて、まずいものを食べる趣味はないので、食料を包み直し、俺たちは、建設中の大神殿を見学した後、 先ほど耳にした闇市に行ってみることにした。闇市は、狭い裏道に、店と人が集まっているせいか、映画で見た太平洋戦争後の闇市を彷彿とさせる雑多な賑わいがある。雑踏を足早に歩く人たちは、表通りのどこか、無気力な人たちとは対照的だ。闇市なのに昼間からやっているんですね。夜闇という意味じゃなくて、公式には認められていない市場ということですよ。キョロキョロと周囲を珍しそうに伺うセイラの疑問に答える。 さほど珍しいものはないようですね。ご主人様、あちらをご覧ください。キランと光るリザの視線の先には、焼き鳥の屋台があった。踏む、調査が必要だね。はい。では、先行調査をしてまいります。食欲に、忠実なリザの姿に吹き出さないように注意しながら、そう告げると、笑顔のリザが、屋台に向かって走っていった。窓かどうを駆使するリザは、人混みの隙間を、残像を残して移動する。 こんなところで本気を出さなくていいからね。焼き鳥一本で配給券十枚それは暴利ではありませんか嫌なら他で買いな。ここじゃそれが相場だ。リザの苦情もどこ吹く風で店主が受け流す。彼がぼったくりをしていないことは、ねぎりもなしに配給券十枚で焼き鳥を買う客が証明してくれた。別に無理に買わなくてもいいのだが、鳥の油が炭火で焼ける匂いのせいで、口の中が焼き鳥モードになってしまったのだ。 いざに代わって、焼き鳥屋の主人に交渉してみよう。普通の貨幣ならいくらだい中央の先前に、なんて、ここじゃただのガラクタだよ。シルガ王国で、手に入れたいタち帝国の貨幣で支払おうとしたら、そんな答えが返ってきた。なら、物々交換しよう。この包丁ならどうかな俺の自作ではなく、諸国歴法中に、地元の貴族からもらった品だ。普通の鉄製品だが、それなりに良い包丁だ。ふん。 こんな高級品を、焼き鳥何本と交換するつもりだ ?10 本でいいよ。包丁は、料理人のもとにある方がいいからね。店主が、おっかなびっくり、包丁を受け取る。ストレージの肥やしになるよりは使う人が持っていた方がいい、というのは俺の本音だ。店主から受け取った焼き鳥の包みをリザに手渡し、俺とセイラも、1本ずつ試食してみることにした。鶏皮と桃に塩を振ってあるようだ。炭火ならではの風味が良い感じだ。 桃は、もう少し旨味が欲しいが、贅沢はゆうまい。兄さん、最近京区に来た人だね。酒を持っていないか手についた油をハンカチで拭っていると、武将髭の男が話しかけてきた。上流種でもエールでもいい。一瓶で、この宝石と交換してくれ。スピネルかいこれだけの宝石なら、高級種が樽で買えるよ。ピジョンブラッドのルビーと見まがうような、高色の綺麗な宝石を、手の上で転がした後、 日の光に透かしてみる。それは中央なら、だろここじゃ、酒は滅多に手に入らないんだ。禁止法でもあるのかなマップ検索してみたところ、酒が本当に希少なのが分かった。街道沿いの村で自作しているようだが、都市内にはほとんど存在しない。俺は、袖口から、上流種の小瓶を取り出して、男に押し付けてやる。大焼け都で売られている安酒だが、塩辛い干し肉を魚にするなら、これが合うと思う。 おお、久々の香りだ。酒を受け取った男は、宝石を俺に押し付けると、逃げるような足取りで路地裏へと消えた。ただでやるつもりだったんだが、まあいいか。裸の宝石だし、奥さんの宝石箱からちょろまかしたわけでもないだろう。さ、酒があるのかこ、このひじり印じと交換してくれ。この罰当たり目。そんな不信心者など、相手にするな。私の持つ金貨と交換してくれ。いや、俺だ。 バカ野郎下がってろ。酒の魔力はすごい。瞬く間に、闇市ののんべえたちが集まってきて、大騒ぎに発展してしまった。おい、お前たち。何の騒ぎだ。馬に乗った衛兵風の男たちがやってきたので、俺は、二人を連れて、古東宮殿へとユニット配置で帰還した。酒を大化にしたら、結構な数の協力者を得られそうだね。おかえり。おかえりなさい、なのです。おかえり、教区はどうだった 着替えながら、出迎えに来てくれた子供たちと一緒にリビングに戻る。ルルの入れてくれたお茶で一息ついた後、都市の様子を語って聞かせる。不可乱、配給制の食料、しかも都市外からの供給か。まるでオープンな刑務所みたいね。牢屋というよりは、罪を犯した貴族を押し込める修道院のような感じでしたよ。アリザのつぶやきに、ヒカルが見解を述べ、セイラが自分の印象を告げる。それにしても、イタチ帝国の皇帝は、 何のために、そのような面倒な場所を作ったのでしょうね。最後に、俺と同じ疑問をシスティーナ王女も抱いたようだ。俺は、イタチ帝国の教区に関するレポートを、黒の筆跡で書いて、エチバヤ商会の支配人に手渡し、国王に提出するように頼んでおいた。マスター。潜入工作員の衣装は準備万端だと告げます。うん、スパイ。古東宮殿に戻ると、ナナ,ナとミアの二人が、女スパイ風の色っぽい衣装で待っていた。 きっと、アリサに間違ったスパイ感を植え付けられたに違いない。教区の内側にある領地の調査に向かうのに、そんなに派手な格好はまずい。衣装はこっちに用意してあるよ。着替えておいで。マスター、魅力値補正が足りないのではないかと愚行します。ムー、着ぐるみイタチコスチュームを広げた二人が眉を寄せて困惑顔だ。大丈夫だよ、ナナ。この衣装なら子供たちにもてもてだよ。それは、 素晴らしいと、マスターを称賛します。俺の言葉に、意気揚々とコスチュームを抱えたナナが、グズルミーアの手を引いて、後遺室へと向かった。さて、ナナとミーアが戻ってくる前に、地図をゲットして、遠見で事前情報が集められるようにしてこよう。俺は、上級空間魔法の転移で、イタチ帝国第六教区の東端へと移動した。15-3、普通の村。サトゥーです。子供の頃、何かのアニメか、漫画の影響で、 教習偵察という言葉が流行ったことがありました。行ったことのない近くの街まで電車で行って、未知の街並みをスパイになったつもりで、うろうろしたのも良い思い出です。子供ゆえ、言葉の意味とは違ってましたけどね。マスター、前方に村を発見しました。肘精霊による先行偵察を進言します。うん、シャドウ。イタチの着ぐるみスーツを着たナナとミアが謎のハイテンションだ。せっかくの進言だが、 事前偵察は済ませてあるので必要ない。大丈夫だよ。友好的な村人だけみたいだからね。少し残念そうなナナとミーアの手を引いて村へと向かう。それに村人から刃を向けられたとして、このスーツ越しにダメージを与えるのは不可能だ。よ、旅の人を。やあ、村の人。煙者の工事を見物に来たんだが、この近くかい俺は、村の入り口にいた、間延びした区長のいたち人族の老人に話しかける。 この村を訪問先に選んだ理由は、先に口にした通り、鉄道工事の現場から一番近い集落だからだ。この村は、イタチ人よりも、ネズミ人やウサギ人が多い。驚くべきことに、教区だけでなく、イタチ帝国の領地には、貴族や奴隷がいなかった。ただし、市民階級が、1級から3級までに階層分けされているようだ。3級の市民が実質的な奴隷扱いかによって、この国を見る目が変わりそうだ。俺は、 潜入にあたって、この地方の一般的な酒売りを装ってみた。そんだ、音が聞こえるだべ。あの丘の向こうが現場だ。ありがとう、村の人。売りもんで悪いが、いっぱいやってくれ。今んゃ悪いな。親切な老人に、素焼きの酒に注いだ選手を手渡す。か、こいつ、あ、うめえな。そったら、うめえだかわしもいっぱい味見を。二人目以降は、無料ではなく、 イタチ帝国で一般的に使われている青銅貨で売りつけた酒を売りながら老人たちと雑談のふりをした情報収集を行う途中からはナナとミーアに酒売りを任せる酒売りの人も食わんかねああこりゃどうも俺は口調を老人たちに合わせながら彼らが勧めてくれた干し肉を受け取る京区の都市で見たのと同じ塩漬けにした魔物肉だこれはこの村で作られているんでうん あんた、どこの村から来なさったあの山の向こうからですよ。俺が答えると、老人たちの間に、けげんな表情が浮かんだ。しまった、何か出現をしたらしい。俺は、尋問用の思考劣化空間フーリッシュフィールドを発動して、彼らを煙に巻く。それなら、仕方な勘弁。煙者が来てなきゃ、帝国軍の安い払い下げ両末は買えんからな。老人たちの話によると、前の発行集のひどいカロリーバーは、 増水にして、匂い消しの酵素を入れると、美味しくなるらしい。工事が進んで、煙車が来たらええだな。うん、だな。農作物を売って両末を買ったら、育ち盛りの子供らにも腹いっぱい食わせることができるようになった。皇帝様々だなや、教区と違って、辺境の農村では、皇帝の評判がいいらしい。なお、農作物は、煙者に乗ってやってきた商人が買い付けていくそうだ。なんだ、お前ら、若い種が、 煙車自演しやろの工事まで出稼ぎに行っておるというのに、昼間から酒の匂いをさせよって。ああ、村長あんたもいっぱいやれ。ほう、青春か、いくらだ値段を告げると安い。と、村長が叫び、運んでいた酒亀をすべて買い取ってくれた。そこまではいいのだが、なぜか村人たちを集めての主演になってしまったのだ。収穫時期でもないのに、ずいぶん余裕のあることに少し驚きを覚えた。 酒を楽しむ人たちは、杉はぎの多い農村らしい服装だが、誰もかも笑顔で健康そうだ。この村は豊かなのですね。いつもの口調に戻ってしまったが、それを気にする村人はいなかった。ああ、今の皇帝陛下になってから、七三だった税が四十六に変わったからの。こんな三村でも、そこそこ豊かに暮らせておるぞ。七公焼け三民だった税金が四公焼六民になったってことかな 金食い虫の化学兵器の開発をしている軍事国家なら税金は重いと思ったんだが、どうやら違うようだ。皇帝万歳。皇帝万歳。一人が温度を取ると、村人たちが、死体を片手に声を合わせた後が母と笑い出す。酒が全て売れて暇になったミアが、地面にあぐらをかいていた俺の膝の間にポスンと収まり、おもむろにリュートを奏で始めた。楽しい曲調に、時折不協和音が混ざる、酔っ払いって嫌ね、の曲だ。 ミーアの横では、宴会料理をたくまみに来た子供たちを抱えたナナがいる。マスター、養成体を確保したと報告します。ナナが両手に抱えた子供たちは、嫌がる様子もなく、ナナが与えた片焼きせんべいに夢中だ。綺麗な嫁っ子と可愛い娘さんだな。うん、夫婦円満。そっか、それなら、娘さんも安心だなや。老いたちの言葉に、ミーアが、まんざらでもなさそうに答える。きっと、 自分のことを嫁と言われたと思っているんだろうが、残念ながらそれは勘違いだと思う。でも、わざわざ指摘して、ミーアを不愉快にさせることもない。リュウトの曲を、楽しい宴に変えたミーアの頭を撫でながら、村人たちとの会話にまさり直す。酒を売りに来ておいてなんですが、畑仕事を休んで大丈夫なのですかああ、大丈夫だ。皇帝様が農薬を配ってくれたんだ。おかげで、面倒な害虫取りをせんで済むようになっただよ。 むむむ、農薬か、養蜂養量を守っているのか少し心配だ。草刈りギもくれたしな。ギと聞いて、ミーアの視線がこちらを向いた。きっと興味があるのだろう。どんなギなのですか作物に目もくれずに雑草だけ送ってくれる働き者のギだ。老人の一人が畑の隅を刺す。ネズミサイズの小さなギだ。種まきの時期や芽吹きの季節は小屋に入れておかんと、五山のとこみたいに雑草ごと食われちまうのな。 わしが、村を代表して失敗してやっただよ。なるほど、生えてきたばかりの草を食べる習性があるのか。おかげで、農作業が楽になっただよ。暇になった分、若いもんは、村の外に畑を増やしてるんだ。ええでン、なんちゃらで、増やした畑は、そいつのもんになる言うて、若もんが社会気だなや。混んでんえ資材法みたいなのかなそれを聞いたナナが子供たちを抱えたまま、首だけをこちらに向けて会話に入ってきた。 村の外は魔物が危険だと警告します。大丈夫だ魔物も盗賊も帝国軍が来て倒してくれたしの盗賊じゃのうて、虎人の解放軍じゃろ武器をちらつかせて、村の食いもんを奪うようなやつらは盗賊で十分じゃ。なんとなく、マップで周辺地域を検索してみたが、村人たちの言う通り、村の周辺には魔物がおらず、近くの山麓にも、レベル1桁の弱めの魔物しか徘徊していなかった。今でも、月に、 一度は巡察騎士が来てくれるしな。刀流りじゃ、言うて、村の剣や槍を持って行かれた時は、村の門も,もそりゃあ怒ったもんじゃが。代わりに農具をくれたしの。こんな立派なのがもらえたら、文句を言ったら、罰が当たるってんだ。頑丈そうな鉄製の農具を持った老人が、わざわざ、自慢の鉄製農具を見せてくれる。井戸にカシャカシャもつけてくれたしよう。カシャカシャじゃなくて、用水器だろうが。いいじゃねえか、カシャカシャで。 用水器なんて言っているのは、格好付けのお前だけだ。どうやら、井戸の手押しポンプまで付けたようだ。なかなか前世を敷いているらしい。教区を見てからじゃなかったら、無条件に皇帝を尊敬してしまいそうだ。なんだと。もう一度言ってみろ。さっきからいがみ合っていたイタチ人の老人たちが、年甲斐もなく、お互いの襟元を掴んで睨み合っている。まったく、イタチは喧嘩早くていかん。そういうなあ。 血が昇りやすいのはご先祖様からだ。呆れたようにぼやくウサギ人の老人に、最初に出会ったイタチ人が、同族をフォローする。殴り合いに発展しそうな村人を見かねた村長が、ようやく重い腰を上げた。このバカモンともが。喧嘩をするなら、皇帝陛下の前でやらんか。聖酒の入った瓶を、片手に村長が叫ぶ。このまま殴り合いに乱入しそうな勢いだ。イタチ帝国の外で出会ったイタチ人たちは、 合理的で律的な人間が多かった気がするんだが、ここの村人を見ていると、そういう者たちが例外に思えてしまう。それにしても皇帝こんな田舎の村に転移門があるわけないし、何かの因果だろうかそんな俺の疑問は、すぐに晴れることになる。行くぞ、五山。来い、バンガ。上着を脱いだ二人の老いた知人が、見事なテレフォンパンチで殴り合う。お互いにクリーンヒットした二人が、よろめき、後ろに尻餅をつく。 五山老人は、ふらつきながらも立ち上がったが、バンガ老人は、脳震盪を起こしたのか、うまく立てないようだ。どうした、バンガ。立てよ、バンガ。皇帝陛下に笑われるぞ。そうだそうだ。皇帝陛下の前で、無様を見せるな。周りの村人が応援というか、バンガ老人を囃やし立てる。彼らの言う皇帝陛下とは、村の広場に置かれた黒曜石のような石で作られた、いたち人の像のことだった。左目に、 赤い石を、右目に、青い石をはめてあり、村人が吠えるたび、怪しい輝きを強めている。どう見ても、邪心像だ。実際、村人たちは気がついていないが、広場の土の元には魔法陣が埋め込まれ、広場の村人たちが、熱狂の叫びを上げるたびに、魔力とスタミナを吸い上げている。俺たち自身から吸収しようとする分は、普通にレジストしていたのだが、装備品から漏れる魔力は、レジスト対象になっていなかったらしく。 結構な量のマルクが皇帝像に流れてしまった。そのせいかわからないが、皇帝像から赤いオーラのような輝きが漏れ始めている気がする。おおー。どうだ、ゃ、あー。なんとか起き上がったバンガ老人がおたけびをあげると、五山老人もそれに応えておたけびを返す。先ほどのテレフォンパンチもひどかったが、今度は二人とも腕をぐるぐる回して、だだっこパンチで押収する気のようだ。きっと、俺の知らないイタチヒト族の様式美があるに違いない。 バゴゴンとお互いの拳を相手の方にめり込ませた二人が白目を向いて両者ノックダウンと相なった。まったく老人同士の喧嘩じゃないね。ガキの自分からくだらん理由で喧嘩しよって。あの頃と違って今は皇帝陛下の像があるからいいじゃねえか。そうだ、あの頃は喧嘩が始まったら何度かに一回はどっちかが死んでた。イタチは血を見ると歯止めが効かないから怖いだよ。あれもしかして。 皇帝の像って、村人同士が喧嘩で無駄に死なないようにする脱力装置だったりするのかそれにしても、魔力を吸収させるような高価な魔法装置を、村々に、設置するのは莫大なコストがかかるはず。俺の知る、合理的で利己的なイタチ人が、善意だけで、損な施しをするっていうの波動にも、違和感がある。村長を、皇帝陛下が赤く光ってるだよ。ふむ、今回は、汚れが溜まるのが早いな。 いつもは一年くらいは保つのに、まあいい。明日、煙者の現場に行く若い主に、町への手紙を持たせよう。交換の像を持ってくる役人様がもとん様だとええだな。安心なら、土魔法で土手を修繕してくれるが。おいおい、一級市民様を牛馬代わりに考えるのは関心せんぞ。ふむ、彼らの買い話からすると、一級市民は目上の者として扱われているが、貴族というほどの特権階級でもないようだ。 俺たちは村長にいとまごいし、煙車の工事現場へと足を向けた。マスター、筋骨隆々の男性ばかりだと告げます。む、カチカチ。ミーアは、工事の騒音に早々にギブアップし、ナナは、子供たちがいないことで、興味をなくしてしまい、メンバー交代となった。交代要員は、アリサとヒカルだ。煙車は、見たまんま汽車ね。そうね、煙車路も枕木を置いた線路みたい。線路の敷設工事の運搬にも、 煙者の輸送力が活躍しているようだ。工事現場では、獣人やウロコ族の男たちだけでなく、普通の、友人ゴーレムやブルドーザーやショベルカーにしか見えない工事用ゴーレムが活躍していた。後者は、内燃機関ではなく、普通にゴーレムの一種らしい。思ったほど、科学万能ではないようだ。さっき見てたけど、やっぱり皇帝像っていうのが怪しいと思う。だよね、あそこまで、怪しいアイテムは、そうそうないよ。この件に関しては、 俺も、アリサやヒカルと同意見だ。なら、次は皇帝像の運搬先を追いかけてみようか。追跡といえば忍者だろう。先ほどの村から皇帝像が運ばれるルートを玉と追跡しようと思う。果たして鬼が出るか邪が出るか。俺としては、大山明堂してネズミ一匹っていうのが理想だ。やっぱり、世の中平和が一番だと思う。15-4、普通の街。サトゥーです。列車の旅は好きな方ですが、 通勤電車には嫌な思い出しかありません。毎日、限界まですし詰めにされていると、心まで摩耗していく気がするのです。きっと満員電車がなくなれば、サラリーマンのストレスも3割減くらいにはなるのではないでしょうか革命、なのです。うっきゃあ、ああ。つびしッと指さすポチの前で、アリサが紫色の髪を振り乱して叫ぶ。これがミンミンの五穀法上なのです。トランプを、片手に、ポチが、 出品のポーズを決めているが、間違いすぎててどこから突っ込めばいいか迷う。とりあえず、アリサは大富豪が弱いようだ。それを言うなら、貧民の下国上だと訂正します。さすがはナナなのです。ポチも、そう言おうと思っていたのです本当なのですよ。ナナの指摘をポチが称賛する。最後の方の言葉に迷いがあったので、きっと本当じゃないのだろう。サトゥー、もう出かけるのああ、皇帝像付近に動きがあったみたいだから、 ちょっと出かけてくるよ。俺が腕に下げたイタチスーツに気づいたヒカルが声をかけてきた。どうやら、ヒカルたちは神経衰弱をしているようだ。殿下は強いんですね。この遊びは暗記するだけですから、簡単なのです。ってなってば、一人勝ちだもんね。ええ、私も、トランプは強い方なんですが、神経衰弱では、殿下に勝てそうにありません。ヒカルが、王女を愛称で呼ぶ。ゼナさんは、 ブツブツとカードの位置を復唱して暗記なからしい。ポーカーでは、無類の強さを誇るセイラも、暗記勝負の神経衰弱は弱いようだ。タマ、気をつけていくのですよ。ポチの分まで頑張るのです。あいあいさあ。獣娘たちの会話が終わったところで、俺は、玉を連れて、先日の村の近くまでユニット配置で転移した。ふむ手紙は、本当であったか、こんなに早く汚れが溜まるとは、 この村の者は少し血の毛が多すぎるのではないか皇帝像の交換作業を見守る文官風の服を着えた,た知人が顎に手を当ててつぶやく。実際の交換作業は魔法使い風の男女が術理魔法で行っているようだ。ホック様、固定化完了いたしました。皇帝像の小気度は設置期間相当です。魔力だけが突出して溜まっていたようですね。俺たちの魔法道具から漏れた魔力のせいだろう。あの魔法使い風の男女は、 なかなか分析力が高いようだ。ふむ、前厚ましが青色で、まなしが限界の紫色か、確かにお前たちの分析通りだ。だが、せっかくここまで来たのだ。これはこのまま持ち帰ろう。そうですね。無駄骨は嫌ですし、研究員たちにも、たまには仕事をさせないと、帝国軍の連中から、給料泥棒呼ばわりされますからね。魔法使いたちが、短冊サイズのリトマス紙のようなものを文官に手渡している。どうやら、 あれが、魔力値や小気値の簡易計測道具なのだろう。魔力はともかく、小気をどうやって測るのか知りたい。彼らの言う研究員たちの中に横流ししてくれるものがいないか探してみよう。消耗品みたいだし、研究所の外で生産しているなら、出入り業者から普通に買えそうな気もする。マキュバシへの切符は1枚30銭、子供は1枚20銭だ。二人分頼む。臨時駅で切符売りをする車掌から、煙車の切符を購入する。 1000は、イタチ帝国の通貨の単位で、青銅貨1枚のことを1000というそうだ。そういえば、貨幣に呼び名がある国は初めてかもしれない。呼び方が、1種類だと言語スキルが、どうかのように翻訳してしまうのかもね。覚えるのが面倒だから構わないけど、異国情緒が少し減る気がしないでもない。はい、確かに。牧場市から先に行くなら、向こうの駅にある切符売り場か、次の煙者の車掌から切符を買ってくれ。 イタチ人の車掌が切符を渡しながら、そんな情報をくれた。割とおおらかなシステムらしい。俺は、車掌に礼を言って、タマと2人で、2両編成の煙車に向かう。2等市民は一般車両しか乗れないから、煙車のすぐ後ろにある貴賓車両には行かないようにしてくれよ。ああ、わかったよ。俺は、車掌の注意に思向して、一般車両へと乗り込んだ。こちらは自由席らしい。近隣の村から、 マキュバシへ行商に向かう村人たちが、大きな荷物を網棚にあげている。いたから。静かに。愛。俺たちは転移魔法で先回りしていたので、工程像を運ぶ文官たちは、今ようやく到着したようだ。彼らを待っていたのか、彼らが乗車するなり、発射の汽笛が鳴った。マップで追跡して、彼らがマキュバシに到着してから、転移で追いついた方が効率的なのだが、後のためにも、ここで、 偽造市民証で切符が買えるか確認しておきたかったのだ。ここでは簡易検査もなかったので、牧場市に到着してから再確認を予定している。ガタンゴトン、ガタンゴトンから。やはり、子供は、汽車の走る独特のリズムと窓を流れる景色に惹かれるものらしい。さっきから、玉が窓に釘付けだ。もうすぐトンネルです。皆さん窓を閉めてください。車掌が、前の車両の扉から顔を出して、そう叫んだ。 周りの客がガタガタと窓を閉め始める。窓。音が反響してうるさいからかなあんたたち、もうすぐ、トンネルだで窓を閉めんさい。俺が、理由に頭を悩ませていると、隣の席にいたネズミ一族のおばちゃんが身を乗り出して窓を閉めてくれた。ここの窓は、すべてガラスがはめられている。トンネルで窓を開けてると、すすで、顔が真っ黒になるだよ。そうだったんですか、ありがとうございます。ええだよ、一つ開いてたら、 みんな真っ黒だでな。俺が煙者初心者だと知ると、おばちゃんの土器が消えた。どうやら、誰もが同じようなことをするそうだ。山穴開いてるから。あれがトンネルだよ。閉じた窓に、頬をべたりとくっつけた玉が、前を必死に見ながら教えてくれた。ガラスが割れるから、あまり力を入れすぎないようにね。俺は、こっそりと、窓に、物理防御不要ンちゃんとフィジカルプロテクションの術理魔法をかけておく。 真っ黒から。トンネルの中は照明がないようだ。おそらく先頭車両のヘッドライトで進むのだろう。トンネルの壁は、土魔法の石化ではなく、コンクリートのようなもので施工されていた。あんた知っているかい今トンネルはね。物知りのおばちゃんによると、トンネル自体は、デートから、土魔法使い100人がやってきて、一気に開けたらしい。科学変調ではなく、都合の良い箇所は、魔法を使うハイブリッドのようだ。 思わぬ情報源の登場を生かし、ルルの作った焼き菓子を誘い水にして、おばちゃんから、イタチ帝国返京のいろいろな話を聞かせてもらった。間もなくうから牧橋駅いい。まもなくうから牧橋駅いい。牧橋駅への到着は3番ホームとなります。ガチマ市への便は2番ホームからとなりますので、お間違えないようにご注意ください。先頭車両から顔を出した車掌が、独特の抑揚特徴で、都市への到着を告げる。 途中の無人駅二つを経由したものの、一時間ほどで都市に到着した。これなら、物流も相当早そうだ。街見えてきたね。森を抜けると、白く高い壁に囲まれた薪橋が見えた。汽笛の音が二度なり、煙者の到着を都市へ知らせている。九方。玉や周りの子たちが、汽笛の声真似をしている。煙者の走る騒音が大きいせいか、子供たちの声真似を疎ましく思う大人はいないようだ。 煙者が、ゆったりと左に曲がりながら、薪橋へと向かう。そのおかげで、煙者が都市へ入る様子がよく見える。煙者は、専用の門があるようだ。ケートオープン金属の格子が上に巻き上げられ、その内側にあった重厚な扉が左右に開いていく。外壁の上では、毛並みを真っ黒にしながら、煙者を見物する獣人の子供たちでいっぱいだ。煙者は、都市内をしばらく除光し、古式ゆかしい駅舎へと入る。 昔の東京駅を小さくスケールダウンしたような駅で、思ったよりも立派な建物だった。ゴミゴミなんだか混んでいるね。札を抜けると、出迎えの人でごった返していた。懐かしいラッシュアワーを彷彿とさせる人混みだ。そんな人ごみの間を、物売りの少年少女が声を上げながら歩いている。その中に、新聞から、今週の新聞だよから。まさかの新聞売りがいた。4枚しかない薄い新聞で、5000は、 割高な気もするが、特にふっかけているわけでもないようだ。やっぱり活印刷か。チャレンジャーすぎるだろ、イタチ皇帝。まったく、どうして、神々の近畿に触れずにいるのか知りたいもんだ。記事は、マキワ王国への出兵に関する内容が主だった。科学特写隊のウサン特上のインタビュー記事が載っている。記事によると、イタチ帝国の返京に戦制布告もなしに侵略を開始し、 暴虐の限りを尽くしたマキワ王国への報復戦争だと書かれてあった。間違いなくでっち上げだろう。あれだけ高レベルの魔物が溢れた魔物の領域を踏破して戦争を仕掛けるような国力や戦力はマキワ王国にはない。特殊な雑性へを持つ四領主がテロ活動を行ったのでもない限り不可能だ。あの領域の魔物は俺たちがかなり数を削ったが戦争抑止の側面もあったので完全相当はしていない。一から二年もあれば 軍事行動の邪魔になる程度には増えるはずだ。戦争の準備には時間がかかるし、自軍を一方的に倒したのがルーキ氏だと知れば、新軍をためらうだろうからね。ミッケから。たまに袖を引かれて、新聞から顔を上げる。軍艦たちが、公用車に乗って駅から出てきた。公用車は、自動車黎明期のフィルムで見た細いタイヤのオープンカータイプのやつだ。走って追いかけたら目立つので、彼らの目的地が、都市中央の行政府だと見当をつけて、 で先回りしておく。違ったら、そちらに移動し直せばいい。良い眺めから。そうだね。この都市の中央部は少し高台になっているので、都市の様子がよく見える。マップで少し検索してみたが、神殿は路地裏に7つほどあるだけで、神殿には神瀬魔法が使えない神官しかいなかった。神瀬魔法が使える神官は、寮内に一人もいない。もちろん、神瀬魔法のギフトやスキルを持つ一般人もだ。 多分、教区へと強制移住させられたのだろう。その代わり病院が大通り沿いにいくつもあり、水魔法や土魔法などの回復魔法が得意な魔術師が詰めていた。神殿のそばに立っていることが多い孤児院も、ここでは公立の孤児院しかない。皇帝は時間をかけて神殿を市民に不要なものにしていきたいようだ。制服玉がピコピコと耳を動かしながら興味深そうな視線を通りの向こうに向けた。 その通りには、学生服らしき装いの子供たちがカ歩している。AR 表示によると、定率の幼年学校の生徒らしい。マップ検索してみると、志賀王国の王都よりも、校舎の数が多い。人口に比べればまだまだ少ないので、義務教育化はできていないようだが、科学技術を下支えするための土壌は少しずつ進んでいるみたいだ。来たから。玉がくいくいと袖を引く。文官たちの乗った車が、行政府に到着したようだ。さて、 行こうか。愛玉が白い煙とともにピンクの忍者装束に変身するうんなかなか忍者しているね15の語「普通の町」に「サトゥー」です「普通普通と強調されるとどこかに普通ではないことが隠されているのではないかと疑ってしまいます疑心暗鬼とわかっていても探してしまうのですデブネズミなんだろうカピバラみたいな生き物だね 地下室へ向かう文官たちを追いかける途中で見つけた部屋では、カピバラもどきの赤ん坊に、絆創膏を貼る白衣の人たちがいた。獣人だとは思うが、大きなマスクとバイザーのようなサングラスをつけているので、要望はよくわからない。よく見ると、絆創膏には、マカクコアのかけらのような赤い結晶がついていた。絆創膏を貼ったカピバラは、金属の滑るスロープを経由して、隣の部屋へと送り込まれる。没収とそれはちょっと違うね。 玉を小脇に抱えて、隣の部屋を覗く。隣の部屋では、雑物や肉片が詰まった風呂桶のようなものがあり、その中で、先ほどの絆創口付きのカピバラモドキたちがむさぼるように喰らいついていた。何かの実験動物なのかな先ほどの部屋と同じような服を着た男たちが、被尺のようなもので、雑物に白い粉を振りかけている。割と乱暴な仕草で、雑物にかかろうが、カピバラモドキにかかろうがお構いなしだ。ちっ、粉切れだ。 在庫も切れてたから、粉を作っておけ。面倒くせえ。被釈を持った男が悪態を吐いて、部屋の隅へと向かう。あれは男が瓶から取り出した岩薬は、天津丸リボーンシードと AR 表示された。島王国の王都で、地下下下水道の生き物を赤縄の魔物へと変えた薬だ。もしかして、ここは赤縄の魔物を生産する秘密工場なのだろうかご主人様、こっちいもういつの間にか、 俺の工作を抜け出していた玉が、少し離れた隣の部屋の前から、出招きする。あの特徴的な鶴は羽芋ホッピングポテトかオフコカラス。玉がこくりとうなずく。あれはセリビーラの迷宮で、新人探索者や運搬人の子たちが、金作のために狩る魔物だ。迷宮都市の低収入層の胃袋を支える柱の一つでもある。もしかして、ここは、俺の予想を裏付けるように、続く部屋では、 歩き豆ウォーキングビーンズや踊りトウモロコシダンシングコーンが養殖されていた。村で見かけた格安の軍用量末の正体というか、原材料はこれなのだろう。さっきのカピバラもどきは謎干し肉の原料か。お帰り、ホック二等分館。ただいま戻りました。筆頭研究員殿。危なく目的を忘れるところだったが、縮みちを多用して、目的の場面に間に合った。最用の部屋では、偉そうな服装のいた知人に、例の分刊が、 皇帝像と糸ますしもどきを手渡していた。他にも、研究員風の男女が幾人も集まっている。正気が少なめだが、魔力が過剰重点気味なのがいいな。これなら、失政官に文句を言われながら、都市の魔力を供給してもらわなくて済みますね。都市の魔力というと、やはり都市格を経由した源泉からの魔力のことだろう。以前は、正気が不足していると言っていなかったかホック殿のところの新人が活躍してくれてますから。 てお,おいでのあいつが研究員たちの言葉に、合点がいかないと、文官が眉をしかめ潜める。デートから左遷されたのが腹立たしいのか、あちこちに毒を吐いてますよ。あんなやつが配給担当で、スラムの住人も気の毒に。スラムに設置した工程像からの正規回収量が、先月比の3倍です。研究員たちが、嫌な笑いを浮かべながら、理由を告げる。文官が、新人の態度を目指せると、告げると、 研究員たちから待ったがかかった。もともと、連中の検体と嫉妬から生じる正気を回収するために、食料を配給して連中が脱出しないように面倒を見ていたんだし、いいじゃないですか。そ、それはそうだが。正気は、眼薬の素材や魔物の育成に使うのだろう。それにしても、効率はいいかもしれないが、一方的に毒を吐かれるスラム住民にとっては、ひどい話だ。思わず同情を禁じえない。暴動が起きるわけでも、 犯罪が増えるわけでもないんだから、今のままでいいじゃないですか。生産量が上がるし、中央から出張で来る騎士様たちも、手っ取り早くレベルが上がって万々歳ですよ。もしかして、人工的に養殖した魔物を倒させてパワーレベリングしているのか俺も、迷宮地下で同じようなことをしていたから、とやかく言う資格はないが、この町が特殊なのでない限り、イタチ帝国では、計画的に、高レベルなものを生産しているのだろう。道理で、 レベル50級の宮殿騎士団テンプルナイツを100人も育成できるはずだ。騎士様、行きます。うむ、新しい剣を試させてもらう。部屋の奥の檻が開き、胃のサイズの丸タネズミラグラットが5匹ほど飛び出してくる。部屋の中央付近で待機していたイタチ人族の騎士が、大剣に魔力を流し、迷い場を生み出して待ち構える。魔場が不安定だし、魔力漏れも多いが、レベル30ほどの騎士にしては優秀だ。だが、レベル七程度のネズミには、 明らかに過剰で、大剣を一振りしただけで3匹が両断された。残る2匹は、その場で反転して逃げようとしたが、春動のような速度で飛び込んだ騎士が2匹をまとめて串刺しにした。踏む、魔場装置のおかげで、マルタネズミの固く太い骨を切っても、箱ぼれ一つないようだ。ほほう、あの大剣は、迷い場を発生させる魔法装置を積んだ魔法剣だったのか。魔法装置を積むなら、もっと効率の良い魔法回路があると思うんだが、 人様の方針に口を出すのは止めておこう。では、次のネズミを出してよろしいですかうむ、どんどん来い。見るべき者が見たので、玉を連れてその場を離れた。ここで見るべき者は見終わったはずだ。ご主人様、悲鳴へ。玉が、通風口と床を指さしてつぶやく。マップによると、床の元にはさらに誓いがあり、通風口は、そこと地上をつないでいるようだった。下にあるのは牢屋か。 マップによると、重犯罪者を入れた独房がいくつもあり、精神疾患を抱えた者や、体力 HP やスタミナを失った者が多い。なんだか、少し嫌な予感がする。できればミスに帰りたいが、ここで帰って、もやもやとするのも嫌だ。タマ隊員、先に地上に戻り、退路の確保を命じる。い。タマが、素直に、出品のポーツで従ってくれたので、俺は、一人で地下へと向かった。 助けて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 。助けて。食うな俺を食うな。やめろ止めろやめろ。ゴリゴリ、ガリガリという音の合間に、狂人のような叫びと悲鳴が地下に響き渡る。この地下牢区画は、魔法による防音が施されているようだ。牢屋というよりも拷問部屋か俺は、看守らしき者たちが色奥の部屋へと向かう。そこには、天井から吊り下げられた男と二人の看守がおり、両者の間には、透明な壁がある。 男のいる部屋の奥には、例の工程像が置かれてあった。も、もう、止めてくれ。ダメに決まってるっしょ。あんたに殺された29人の女の子たちに止めてくれって言われて、止めた止めなかったっしょ。慈悲をこう犯罪者の訴えをバッサリと切り捨てた看守が、壁についたレバーを下げる。天井から吊り下げられていた男が下がり、部屋の下方にいたカピバラもどきたちが、男の足に食らいついた。悲鳴が地下に響き渡り、 独房に押し込められている他の犯罪者たちからも、遠査の声が上がる。どうやら、ここは、刑の執行と、正規の改修を行う場所らしい。全く胸糞悪いぜ。そういうなって、重犯罪者には、二度と牢屋に入りたくない、犯罪は割に合わないって、骨の髄まですり込めて、皇帝陛下が決めたししょたとえ国宝だろうが、胸糞が悪いもんは悪いんだよ。全く同感だ。とっとと転属願いが受理されてほしいぜ。 そうっすか悪人に正義を執行できて、おいらは大満足な職場っすけどねから。ストレスで病んでいそうな男と違い、さっきからリズムよく執行レバーを上下する看守は、ストレスの全くなさそうな晴れ晴れとした顔だ。ここにこのままいたら、俺まで精神を病みそうなので、玉の待つ戦闘の上へと転移した。科学や人道面を除いたら、やってることはご主人様と似てるわね。古東宮殿に戻り、みんなに、 イタチ帝国の町で見たことを伝えたところ、アリサから、そんな感想が出た。アリサ、イタチどもとご主人様を同列にするとは何事ですかイタチのことです。きっと隠された企みがあるに違いありません。イタチ嫌いのリザは、嫌悪感をあらわに吐き捨てる。でも、イタチらしい合理さね。普通は効率がいいって分かっても、いろいろと躊躇しそうなもんだけど。呆れたような口調ながらも、ヒカルの発言は、イタチを部分的に肯定する響きがあった。 元国王としては、国民を飢えさせない手段としてありだと思っているのかもしれない。人の手で魔物を作り出すなんて、魔人に組みするような、背徳的な行いです。もしかして、イタチ帝国の背後には魔王が潜んでいるのでしょうかセーラやゼナさんは、魔物を製造することに否定的だ。サトゥー、その皇帝像を、魔物の領域に配置しておけば、魔物の発生を抑制できるのではないでしょうかマスター、王女の発案を指示すると告げます。 可能。王女の発言に、ナナとミアが同意する。確かに可能だと思う。問題は、高帝像の交換頻度と溜まった小気を浄化する手段をどうするか、かなデートを訪れた時にでも、高帝像の製造方法を調べてみよう。なお、静かだったタマとポチの二人は、カリナ嬢と一緒に、日当たりの良いリビングで、すやすやとお昼寝タイムに突入していた。すごいですわ。早いのです。とってもとってもトレビアーン、なのです。 おふこからす煙車の窓にペタリと張り付いた狩りな嬢とポッチの後ろで、ちょっと得意そうな感じで玉がうなずく。報告会の翌日、俺たちはマキュ場シ発茂イバ橋行きの煙車で、列車の旅を満喫している。神殿関係が迫害されていることや、人造魔物の件で気分を害して、不参加を表明した聖ラに付き合って、ヒカルと王女の2人も古党宮殿に残っている。セナさんも残ろうとしたのだが、ポチとマに両手を引っ張られて、 なり行きで参加となってしまった。居残りの三人は、後日楽しんでもらおうと思う。なお、リザがいた着ぐるみを嫌がったので、全員、ネズミ人族風の着ぐるみスーツを装備している。演詞や、演舎からキュポポ、キュポポ、キュポポ、なのです。エンシアや、エンシや、早いから。ミーアが即興で作った煙車行進曲の伴奏に合わせて、燃焼組や煙車に乗り合わせた子供たちが楽しそうに合唱する。 単純なメロディーの繰り返しに、リズムに合わせ、安い簡単な単語を並べた歌なので、子供たちに受けたようだ。現代日本なら、うるさいと怒鳴られそうだが、こちらの記者は、各車両に乗り込んだ銀遊詩人たちが、おひねりをもらいながら巡回しているので、問題ない。駅ちっちゃい駅なのです。煙車が速度を落とし、途中の村にある小さな駅に停車する。何やら良い香りがしますね。煮込みの匂いかしら売り子。 いザの発言にルルが反応し、人々の動きを見ていたミヤが駅舎から駆け寄ってくる売り子たちを指さす。どうやら、駅弁売りのようだ。安くてうまい、洋食スープと棒巻きセット、5000で辛い。イノシシ肉の生姜焼き弁当はどうだいたった2 0銭だ。トロットロの熊煮込みはいかがから3 0銭だよ。切符代から考えたら、結構高額な食品だが、煙車に乗る人たちは、それなりに裕福らしく、飛ぶように売れている。 両松弁当についていた棒巻きというのは、関西で食べた箸巻きに似た料理だった。小麦粉ではなく、コーン系の粉を使っていたが、薄いお好み焼きを棒に巻いたような品だ。リザ、適当な種類を、人数分よりちょっと多めで買ってきて。承知いたしました。タマ、ポチ、行きますよ。ガッ承知なのです。キリッとした表情で趣向したリザが、玉とポチを従えて、弁当売りのところに向かう。 イノシシ肉クマ肉のトロトロも捨てがたいのです。二人とも、迷っている暇はありませんよ。これまでの駅と同じように、ここの停車も短いはずです。大変から、急ぐのです。獣娘たちは、早くも、煙者の旅に慣れてきたようだ。こうして、俺たちは、楽しい煙者の旅を満喫し、茂毛居橋へと到着した。なお、 安い両末弁当以外はとても美味しかったので、五島宮殿に戻ったら、ルルと一緒に再現してみようと思う。妙に混んでるわね。ご主人様、公宮古田町の市場みたいですね。ありさとルルが駅舎の人混みに驚いている。それも無理もない。出発した、牧場の3倍近い人混みだ。なんだか、大スター到着前の旗や関空みたいね。ありさが、そんな感想を漏らした。 国際線なら成田じゃないのかな貴品車両に注目していた駅の人々が、最後の一人を確認して、落胆の顔を見せた点も似ている。この煙者じゃないのか。だから、言ったろ。宮殿騎士団テンプルナイツ様が来るなら、デート方面の手替え橋からだって。人混みの中から聞こえてきた、こんな声からして、デートから、宮殿騎士団テンプルナイツがやってくるらしい。前に来た時はヒュドラ退治だったし、今度は、何を退治に来たんだろう 最近は、強い魔物を見かけたって、ニュースもないし、地元で外旋パレードでもしようと、市長が招いたんじゃないかとりあえず、俺たちと戦いに来たわけでなければそれでいい。サトゥーさん、そろそろ降りられるみたいですよ。ありがとうございます。セナさん。一般車両の降車許可が出たようなので、周りの客に合わせて、俺たちも降りる。来たぞ。手替え橋からの煙車だ。汽笛の音を聞いた校内の人々が、 駅員の静止を振り切って、ホームに流れ込んできた。危ないので、パニック状態が収まるのを少し待つ。しばらくして、豪華な気品車両を連結した煙車が、隣のホームに入ってきた。お帰りなさい。モゲイダの星。ビートディルト様、万歳。人々が旗を振りながら、万歳参照している。なんとなく昭和前半の人たちを彷彿とさせるノリだ。出迎え、ご苦労。大剣を担いだイタチ人の騎士が、 そう群衆に叫び、横に一歩引く。私は、こういう歓迎は、このまぬのだが。ビートディルト様、これも、宮殿騎士団テンプルナイツの仕事だと割り切ってください。そんな会話を聞き耳スキルが拾ってきた。出てきたのはイタチ人族ではなかった。水蜜桃のようなというありきたりの表現が似合う、ストレートの金髪に、壁色の瞳をした耳長ブーチ族の年若い娘だ。彼女は、レベル57もあり、 マトカどうや二刀流スキルをはじめとした近接系のスキルを持つ騎士で、風魔法のスキルも所持していた。なんかパチモンみたいな人ね。アリサがぽつりとつぶやく。彼女も、俺と同様に呪われた島を舞台にした有名ファンタジー作品のヒロインを連想したらしい。多分、耳長ブーチ族の彼女が持つ笹の養生の長い耳とストレートの金髪のせいだろう。駅舎内に入ってきた衛兵たちが、人混みの間に通路を作り出し、 お月のいたチ騎士に先導されたビートディルト城がリン、シー、表情で、カシャンカシャンと、鎧の音を響かせて歩く。森の娘よりも、クッコロファンタジー向きかも。女性騎士を、ナチュラルに、ディスル、アリサに、コツンと原骨を落とし、仲間たちと一緒に、行列が過ぎ去るのを待つ。ちょうど、俺たちの前にも、通路ができており、彼女の持つ装備類の情報が AR 表示された。それを読むと話に眺めていると、不意に、 リートディルト城と目があった。リ・ビートディルト様。ビートディルト城が、こちら、西線を合わせたまま、歩み寄ってくる。お月の騎士の戸惑いも関係なしだ。あなた、ただ者ではないわね。涼やかな声とは裏腹に、ビートディルト城の瞳には、堅紋な光が灯っていた。15の六級電騎士。サトゥーです。流行スタリというのは、いつの世も残酷なものです。 学生の頃に一世を風靡した世紀末系の物語も、今は昔となりました。今でも、目にするのは核戦争後の世紀末覇者物語くらいでしょうか聞こえないふりかしら煙者の旅の終わり、茂毛井橋駅で出会った宮殿騎士テンプルナイトで、耳町ブーチ族のリートディルト城が、挑むような瞳でこちら、をねめつけた。なら、もう一度言ってあげるあなた、ただ者ではないわね彼女の凛とした横顔を見守りつつ、 随伴の人たちに視線を送る。レベル30ほどの随伴騎士は、困惑しつつも、いつでも、彼女の援護ができるように、臨戦態勢になっており、他の衛兵や随伴従者たちは、突然の成り行きに呆然とするばかりだ。わ、私ですのとぼけても無駄よ。群衆に紛れようと、私の竜眼は決して、強者を見誤らない。戸惑うカリナ城、オズバッと指さしたリートディルト城が、勝ち誇ったように告げる。カリナ城以外の面々からは、 何とも言えない空気が漂った。玉とポチの口は、アリサとミーヤが素早く塞いだので、この空気を払拭する者はいない。鑑定防止用に、優秀な認識阻害の魔法道具を使っているようね。でも、それも無駄。私の龍眼は、強者の気配を的確に捉えるのよ。自分でスキルを解説してくれるとは、なかなか親切なやつだ。龍眼とやらで、何を、基準に強者と判断しているのかは、よくわからない。外見だけなら、 リザは、清流寺の迷宮を出た頃から強そうだし、玉やポチをはじめとした年少組は、最初の頃から変わらずに、強そうには見えない。それに、娘神の装具を装備するポツとアリサ以外も、最高級の基装機能付き認識阻害の魔法道具を身に付けさせているので、カリナ城と他の子たちは、大体同じ条件だ。今ここにいるメンバーの中で、カリナ城だけが、唯一魔力操作スキルを取得していないことから、体の外に漏れる魔力量を察知しているのではないだろうか なお、カリナ城が魔力操作スキルを出得できていないのは、ラカが便利すぎるからだと思う。時間にして数秒しか経過していないが、そろそろ、助け船を出すことにした。宮殿騎士テンプルナイト殿なら、この方の正体はご存知では左術スキルの助けを借りて、ビートディルト城を煙に巻くことにした。正体だとビートディルト様。ビートディルト城は、いぶかしげに眉を寄せるだけだったが、炊飯騎士は思い当たることがあったらしく。 彼女に駆け寄って耳打ちを始めた。王帝派だとどうやら、俺の思わせぶりな言葉を王帝派とやらだと解釈したようだ。皇帝の弟なのに王帝なのかと思わなくもないが、イタチ商人の話では王帝のくせに、損傷が、殿下ではなく陛下になっていた。皇帝と王帝との間には、深い溝がありそうな雰囲気だ。なぜ、王帝派が、こんな田舎の都市にいるまさか、最悪の目を、 こらこら、危ないワードをポロポロつぶやくな。そういう事件の目は、もう十分すぎるくらい間に合っているから。またー、むほら、ありさとミーやがげんなりした顔で、顔を見合わせているじゃないか。ネズミやウサギの着ぐるみの顔だけどさ。はてさて、王帝派とは何のことやら。私ともは、煙者の旅を楽しむ、気ままな旅人です。帝国の大事に関わるような方と間違われても困ってしまいます。俺がそう言うと、 リートディルト嬢が、ぐぬぬと言いそうな顔で、こちらを睨みつけた。いいだろう。俺の襟首を掴んだリートディルト嬢が、キスをしそうなくらい顔を近づけて、言葉を続ける。ネズミの着ぐるみ越しなので、アリサとミーアの鉄壁ペアも、今日は寛大だ。民衆の前で、我らが王帝派と刃を交えるわけにはいかん。もし、次に、我らの前に現れたなら、皇帝陛下から歌詞された、この青バラと赤百合で、血祭りにあげてくれる。ええ。 肝に銘じておきましょう。小声で落としつけるリートディルト城に、不敵に微笑み返す。しばらく間を置いてから、リートディルト城が突き飛ばすように、俺から手を離した。リートディルト城の不満を一心に受けた駅舎の床席が、彼女の足型にへこんでいく。新しい観光名所になりそうだなそんなことを考えながら、俺たちは、民衆に紛れた後、近距離転移でその場を離れた。サトゥーさん、そのまま観光を続けるんですかええ。 着替えたから大丈夫ですよ。リートディルト城が漏らした最悪の目というのも気になるが、せっかくのバカンスをあんな形で終わりにしたくはない。なお、あの事件の発端となったカリナ城は、マンツーマンで魔力操作を覚えるまで特訓する予定だ。ガオタイガーなのです。大阪で人気が出そうなトラジンの着ぐるみに着替え終わった玉とポチが、両手を上げた猛獣のポーズを決める。二人と交代で、ゼナさんも着替えに向かった。 今回はミーアも虎人着ぐるみなので、違うのは、灰色のネズミ人着ぐるみを黒く染めるだけで済ませた俺だけだ。島。ウサギの次に、島模様が好きなミーアも気に入ってくれたようだ。青と白の島が良いと言われたが、そんな色の虎は異世界にもいないので、諦めてもらった。ここは夢の国のようですわ。本当に素敵なところですね。カリナ城トルルが、夢見心地で話す。モゲイバシの遊園地、にやってきた俺たちは、 順番にアトラクションを消化して回っている。どのアトラクションも、人の並びがすごいが、某ネズミの国のファストパスに似た仕組みがあったので、金の力で時短遊戯を楽しんでいる。なお、必要なお金線は、宝石屋でダイヤモンドを売ってひねり出した。もちろん、迷宮さんの天然物が、もう一回から。マスター、次はフリーフォールが良いと進言します。次は、二人で行っておいでよ。絶叫系アトラクションに、 はまった玉と7の懇願を、すげなく断ったのだが。ダメマスター、一緒はダメですか、と問います。捨てられた子猫のような顔ですがられたら、無限にもできない。じゃあ、もう一回だけだよ。い。早く行きましょうと、マスターを促します。俺の手を引く玉と7に引かれて、フリーフォールの列に向かう。ポチたちは行かないのかポチはもう満足なのです。わ、私も、怖いのはもう十分ですわ。 道連れを増やそうともくろんだが、ポチやカリナ嬢だけでなく、他の子たちも絶叫系はお腹いっぱいだったらしい。その後、7回ほど付き合った後、ようやく解放してもらえた。サトゥーさん、面白いのがありましたよ。ご主人様、鏡屋敷って言うんですよ。ベンチで休んでいると、セナさんとルルが誘いに来た。二人ともいつにない積極さで、俺の腕を抱えて、ミラーハウスへと連れて行く。なんとなく黒服に連行されるグレーの気分だ。 見てください。どっちを見てもトラさんがいっぱいです。ルルが楽しそうに告げる。どちらかというと、素顔のルルが、ミラーハウスで、無限に増える姿が見たかった。サトゥーさん、上を見てください。上にも映っていますよ。セナさんの言葉につられて見上げると、どういう仕組みなのか、天井にも、俺たちの横向きの全身像が映っていた。着ぐるみだから構わないが、下着が公開されてしまうような映像はどうかと思う。 そんな感じのミラーハウスの外で待っていたのはアリサとミアだ。ご主人様、お化け屋敷に行きましょう。うん、ホラー。下心満載の鉄壁ペアと巡るお化け屋敷は、あまり怖いものではなかった。どちらかというと、びっくり箱系のお化けが多かった気がする。うからん、文化の違いって残酷よね。微妙。どこが怖いのか、説明を要するのはアトラクションとしてどうかと思う。アリサが言うように、 文化の違いのせいなのだろう。カリナ、もっとぐるぐる回すのですよ。ええ、負けませんわよ。コーヒーカップなのか、回転アトラクションなのか、微妙な遊具を、ポチとカリナ城と一緒に乗り、最後は、リザと池を周回する白鳥のボートに同乗することになった。なかなか難しいですね。ペダルを操作する乗り物はシガ王国にはないからね。真剣な顔で、リザがペダルを漕ぐ。それに合わせて、白鳥の羽の陰にある水車が回り、 ボートが前進する仕組みになっている。リザ、こぐのを止めてごらん。良い風だよ。はい、とても涼やかです。ボートを完成に任せて前進させ、俺は、ボートの座席で軽く伸びをする。リザも俺に促されて、ゆっくりと、ボートの座席に背中を預けた。古東宮殿でも、船遊びはよくやるけど、池のボート遊びは、違った趣があるね。はい、ご主人様。なんだか、 とても心があんまりたぶん、それは、落ち着きのあるリザと一緒だからだと思う。そんなリザとの癒しタイムも長くは続かなかった。いやぁ、蚊の鳴くような悲鳴を、聞き耳スキルがさくらえてしまったからだ。リザ、悪いけどボートは任せたよ。俺はそう告げると、リザの返事も待たずに、悲鳴の方向へ短距離転移で移動した。確か、この辺のはず。遊園地の外壁の向こう側はスラム街になっていたらしい。 裕福でなさそうな身なりの人たちが、汚れた街路の傍らに座り込み、こんい、瞳でブツブツとつぶやいている。見ているだけでやみそうな感じだ。来ないで、ええー、え。向こうか。俺は、声の下方に、縮みちで移動する。この近くのはず。軽い子どもの足音上か。アパート風の建物を見上げると、ちょうど上から女の子が落ちてくるところだった。ソフ父社のアニメなら、ここから、2時間の映画が始まるようなシーンだ。 俺は、ルクの手マジックハンドを伸ばして、女の子を受け止める。普通に受け止めたら、衝撃で骨折しちゃうからね。7から8歳くらい。大体、小学校1、2年くらいの女の子だ。うさぎの耳と丸い尻尾がある。うさ耳カチューシャでない限り、この子はうさ耳族の子だろう。十字剣。アパートの屋上方向から、涼やかな叫びが聞こえた。それが必殺技の発動区コマンドワードでなかったら、聞き惚れていたかもしれない。 俺は魔法欄から発動させた自在縦フレキシブルシールドで降り注ぐ赤い光の斬撃を受け止める。リザの魔,魔法よりはかなり弱い。ズン、ズンと衝撃が二度来たから連射系の技だったようだ。余波が左右のアパートを切り裂き、スラム住民から悲鳴が巻き起こる。幸いなことに死傷者はいないようだ。気候戦。屋上から飛び降りた影がそう叫んで二条の光る歯で地面を咲いた。地面に 放射状の亀裂が走り、砕けたアスファルトが宙を舞う。土煙の向こうで、二つの剣が、赤い光を帯びる。飛び散るアスファルト編とともに、襲撃者が飛び込んできた。この速さからして窓かどうスキルだろう。俺には意味がないが、襲撃者は、認識阻害効果付きの焦げ茶色の街灯を身にまとっているようだ。すすき星きれき。赤く光る二本の剣が、中央無人に、俺たちを襲う。俺は、右手に生み出した魔法鎧で、 襲撃者の二本の剣を弾き返す。左手は子供を抱えているので使えない。魔法鎧と剣が触れるたびに、赤い火花が飛び散る。ネズミの着ぐるみは脱いでくるんだった。未だ、かつてないほど、戦いにくい。襲撃者の剣を破壊しようと、着ぐるみの爪に迷い場を出す。それを察知した襲撃者が、俺から距離を取った。なかなか勘がいい。飛び抜いた時に、相手が身にまとっていた焦げ茶色の街灯が地面に落ちた。 私の3つのつ義を全てくとは。土煙の向こうに佇むのは昼間にあった宮殿基地テンプルナイトのリートディルト嬢だったあなた色は違いますが昼間の女ネズミ人のそばにいたネズミ人ですね息が荒いどうやら息を整える時間稼ぎのおしゃべりらしいやはり王帝派も最悪の目が目当てだったのですねドヤ顔で決めつけるリートディルト嬢には悪いがたまたま女の子の悲鳴を聞いたから助けに来ただけで そういう種類の厄介ごとに首を突っ込むつもりじゃなかった。この娘をどうするもちろん、この場で命を絶ちます。俺の腕の中で、女の子がびくりと震える。AR 表示によると、彼女のレベルはわずかに。そして、危機感知、信託、短距離転移の三つのギフトを持っている。称号は何も持っていない。これまでいたち帝国で得た情報から考えて、信託スキルが、最悪の目と呼ばれる、元凶な気がする。 幼い親民を手にかけるのは辛いですが、これも国家安寧のためです。孝子の憂いはここで立たねばならないのです。こんな幼子に何ができる大体予想はついているが、口の軽そうな彼女に、もう少し正確な情報を語ってもらいたい。その娘の存在自体が罪なのです。薄汚い覗き屋に豪を刻まれた不運を嘆きなさい。やっぱり、神とのチャンネルを形成する信託スキルが問題で正しいようだ。神の実在する世界で、 薄のぞきや扱いしたりして、大丈夫なのか、他人事ながら少し心配だ。とりあえず、この娘に、信託スキルがある限り、命を狙われることが分かった。ビートディレト城が、チャキリと2本の剣を構い直す。その姿は、1枚の絵にしたいくらい様になっている。カリナ、キーク。アパートの屋上から降ってきた青い流星が、ビートディレト城の眼前に、クレーターを作り出す。貴様、あの時の虎人だと どういうことだレーダーに映る青い光点が、アパートの屋上に並ぶ。どうやら、カリナ城だけでなく、全員集合らしい。全員が、青い輝きを身にまとい、威圧スキップを全開にしている。ば、バカな、これほどの手だれを、このような田舎に、やはり、大帝は、出島迷宮で勇者を利用した強者の量産を行っていたのだが、ムム、勇者を利用して、という言葉が気になる。彼女に詳しく聞くよりは、 デジマ島に出向いて直接勇者に会った方が早そうだ。前に通信した時の感じだと、七子の来訪が嫌みたいだったから、サトゥーで会いに行くのがいいだろう。それよりも、そろそろここを幕引きしないと。ここは引け。恐怖に震えるリートディルト城に逃げるように促す。で、て、宮殿騎士団テンプルナイツに交代はない。ならば、仕方ない。俺も、ストレージから出した邪悪な雰囲気の魔剣を取り出し、威圧スキルを全開にしてみた。 ついでに、着ぐるみにプリセットしておいた、怖い顔をオンにすると、くぱっと変形し、恐怖フィアーの追加効果付きの、一度見たら、悪夢にうなされそうな異形が現れる。短く悲鳴を上げたリートディルト上が、その場から数歩閉じ去り、足をもつれさせて、尻餅をついた。レベル57でも、怖いものは怖いようだ。レイスやリッチのフィアー攻撃以上だから、仕方ないのかもしれない。さっき当社スキルを得た。称号、恐れ人を得た。 称号恐怖の代用を終えたなんだか、変なスキルや称号が増えたようだ。若干、ノストラダムスの大予言的な称号が気になるが、誰かが見るわけでもないから、スルーで良いだろう。くっ、ここまでか。観念したようなリードディルト長のつぶやきに、屋上のアリサから、くっ、まで来たら、あとは、殺せ。でしょうが。と、暴言を吐いていたが、ここは、聞き流す方向で行こう。ではご機嫌よう。この娘は、 責任を持って帝国外へと連れ出そう。俺は、悔し涙を浮かべるビートディルト城にそう告げて、大湯ゴック降爵区寮の田舎町にあるセーフハウスへと、ユニット配置で移動した。もちろん、女の子だけでなく、仲間たちも一緒だ。あ、あの、殺すのホットミルクを飲ませて落ち着かせたところで、女の子の第一声がそれだった。擦り傷や虐待痕を癒して、お風呂に入れてあるので、茂毛居橋のスラム街であった時よりは、さっぱりとしている。 そのつもりはない。君には、三つの選択肢をあげよう。選択肢。しまった、難しい言葉はわからないような子供なのを忘れていた。三つの中から選ぶ、ということだよ。うん。俺が分かりやすく言い直すと、女の子にも通じたようだ。一つ目は、志賀王国で、信託の巫女として、神殿で暮らすこと。巫女こんな格好の人で、神様の言葉を人々に伝える役目の人のことだよ。 俺は、幻影で、大やけ宮都テニオン神殿の元巫女長、現見コ見習いのリリーを表示しながら説明してやる。綺麗女の子がキラキラした目で、リリーの映像を見つめる。二つ目は、信託の力を誰かに譲って、元の町に戻ることだ。普通の方法では不可能だが、魔王静香のユニークスキルがあれば、この子の信託スキルを第三者に移すことも可能だ。譲る信託の力を上げるってことだよ。うん 女の子が、微妙な表情で首をかしげる。あまりよくわかっていないようだ。三つ目は、志賀王国の孤児院で暮らして、もう少し大きくなってから、心拍の力を捨てて故郷に戻るか、心拍の巫女になるか選ぶことだ。よくわかんない。子供相手の説明は難しい。まったく見てらんないわね。ここはアリサちゃんに任せなさい。顎をそらして偉そうに登場したアリサが、俺の膝の上に座る。ソファーは横にも余っているので、 膝から下ろそうと思ったのだが、予想外に、激しい抵抗にあった。喧嘩はダメなんだよ。喧嘩じゃないわ。ちょっとした愛情表現よ。女の子の言葉に、アリサが勝ち誇った意味で答える。さて、さっきの続き。家に帰るのと、ご飯がいっぱい食べられるのは、どっちがいいご飯。女の子の回答に迷いはない。視界の隅で、獣娘たちが、神妙な表情で頷くのが見えた。 ご飯が少ししか食べられないけど、子供たちと一緒に遊べるのと、ご飯がいっぱい食べられるけど働かないといけないのは、どっちがいいご飯、いっぱい。今回も即答だ。だ、そうよ。大け都のリリーのとこで見込み習いにしてあげるのが、この子の望みみたいね。なんとなく無知な子供を騙すようで気が引けたが、女の子は、大け都のティニオン神殿へと預けることに決まった。もちろん、貴重な新宅の巫女の増加は、 諸手を挙げて大歓迎された。一応、三国公爵家が貢献人という形になっている。エルフの里で譲ってもらった翻訳指輪を持たせてあるので、シガ国語の会話は問題ない。修行していくうちに、シガ国語を覚えることだろう。そ、そろそろ休憩したいですわ。ダメですよ、カリナ様。まだ、魔力回復薬がご本文も残っています。泣き言を言うカリナ嬢に、淡々と残量を告げると、情けない顔になって、 俺の額で光る中にすがるような視線を向けた。頑張るのだ、カリなどの。ラッカが渋い声で激励する。ラ、中さんまで。さあ、カリナ様。続けないと、魔力回復薬を追加しますよ。ひ、ひどいですわから。カリナ嬢が泣きそうな顔で、魔力操作訓練を再開した。アダマンタイト製の柱を、魔力を循環させた気まけんできるだけの簡単な修行だ。近くの木の影から、 トーテムポールのように顔を覗かせた玉とポチが、こっそりとカリナ城を応援していた。よく見ると、他の子たちも特訓を見守っているようだ。なお、彼女が魔力操作を覚えるまでに、さらに、27本の魔法薬を必要としたことを付け加えておく。15-7で自魔とサトゥーです。保選と聞くと、報告を信じるか信じないかで、実際の会図が変わる素敵ゲームを思い出します。 大航海時代もののゲームを思い出すという友人と、どちらが面白いか比べるために、徹夜で遊んだものです。船ご主人様、遠くに船が見えたのです。補船の電生管から聞こえてきたタマとポチの報告に、操打席のブラウニーが、空力機関の制御レバーを下げる。それに合わせて、補船の高度が下がり、少しの衝撃と水しぶきを上げて着水した。久しぶりね、この船も。そうだな。ボルエナンの森から、 シガ王国の貿易都市までの旅路で使った切り、出番が全くなかった不遇の船だ。抵抗度限定とはいえ、空力機関を搭載していたために、他人に貸し出すこともできなかったからね。ハヤトたちは大丈夫かしら大丈夫だよ。心配そうなアリサに、マップのマーカー一覧に表示される勇者のステータスを一別してから答えた。変な、状態異常や極端な体力低下はない。俺たちは、勇者に面会するために、出島島へと向かっている。 モゲイ橋市で、宮殿騎士団テンプルナイツのリートディルト城から、勇者が王帝の企みに利用されているかもしれないという不穏な情報を聞いて、少し心配になったからだ。今日は、観光省のお仕事じゃないので、飛空帝ではなく、保線で手島島へとやってきた。イタチ帝国への入国は禁止されていたが、飛空帝や王女の安全を確保するためという建前だったので、休暇を取って、勇者ハヤとの慰問という私的な目的でやってきたのだ。素晴らしいことに。 観光省の方は、有給休暇が月単位で取れた。ファンタジー世界というか、貴族社会は、なかなか融通が効いて良い。なお、観光省のメンバーは、シガ王国の王都にあるペンドラゴン邸で、俺の代わりに社交を担当してくれている。主に諸国歴法で得た機密性のない情報の共有や、他国の珍しい品や料理の不況などが目的だ。彼女たちとは、古東宮殿に行けばすぐ会えるので、あまり離れている気がしない。なお、 セナさんは、王女とセイラの護衛に残っているが、カリナ城は、再教育のために同行している。やっぱ、外洋だと揺れるわね。小型船だから仕方ないよ。この船は、排水量が100トンくらいしかない。こちらの世界の外洋船としては、かなり小型だろう。ここから、出島島までは、どのくらいかかるのだいたい3時間くらいかなうげっ、そんなにかかるのかから。アリサがげんなりとした顔でぼやく。 揺れが嫌なら、古東宮殿に避難していたらいいよ。うん、そうさせてもらうわ。保線の操作は、ブラウニーたちがやってくれるので問題ない。全員がセーラー服とセーラー帽をかぶっているので、小学校の引率のような気分になるけどね。ご主人様、この辺にはマグロはいないのでしょうか残念ながら、この海域にはいないようだ。マグロの在庫が心配なら、後で、沖合に船を出してあげるよ。はい。ありがとうございます。 俺がそう約束すると、ルルが陽光にも負けないような輝く笑顔を見せる。ご主人様、左舷前方に鳥山を発見しました。リザが、キランと瞳が光りそうな顔でこちらを見つめる。きっと、許可待ちなのだろう。狩領に行ってもいいけど、向こうの船に気づかれないようにね。はい、海面際を飛行していきます。リザが、槍を片手に海面をかけていく。今日は、漁のためだからか、投敵用の船を携行していた。 途中から飛行に変わったリザが、鳥に向けて線を投げるのが見えた。どうやら、たくさん取れたようだ。今日のお昼は、デジマ島で食べる予定だから、あの鳥は夕飯に使おう。マスター、水門が開くと告げます。ナナが呼びさす先では、デジマ島の小さな湾の入り口を守る重そうな石の門が開いていく。マップ情報によると、あの石の門は大型のゴーレムのようだ。なんか来た ?A の上に人が乗っているのです。 隙間が開いたばかりの水門の隙間から、トビウオのように海面を飛ぶ A の群れが出てきた。その頭には、何度か見たことがある魔物を操るための銀色のネジのようなものが埋め込まれ、背中には、アシカヒト族やエラジンギルマン族の兵士が乗っている。どうやら、彼らは、デジマ島の港湾管理局の所属のようだ。5期の A が、俺たちの船を周回し、マスト状の見張り台に座る玉とポチが、楽しそうに、くるくると視線で追いかける。 そのうちの一匹の A が、甲板を飛び越え、強そうな感じのエラジン・ギルマンの兵士が、スタイリッシュに、くるりと空中で一回転してから、甲板に着地した。魚顔のくせになんかかっこいい。出島島港湾局のグッズだ。入港する船には、砲を封印してもらうことになっている。船長は誰か砲なんて積んでないんだけど、普通の外洋船は、輸送艦でも、魔力砲を何門も積んでいるはずだから、搭載ゼロは逆に怪しまれそうだ。 俺は、彼の四角にある甲板に、ル力の手マジックハンドを伸ばし、ストレージにあった魔力砲のサンプルに布をかぶせて二門ほど配置してやる。私が船長です。魔力砲なら、その防水布の下にある二門だけになります。二門だけいぶかしげな兵士の視線を受ける。それ以上は必要ありませんから。そう告げながら、リザにジェスチャーで合図する。リザは、甲板で乾かしてあった線を取り上げると、軽い仕草で、 水平線の金田山魔法を放つ。彼女がいれば、どんな魔物も撃退できます。いざの技を見た兵士は、大きな口や枝をポクパクと開閉させていたが、しばらくして、な、ならばよしと告げて、震える手で、二門の魔力砲を封印して、甲板から去った。そういえば伝説の技だったっけ戦闘してくれる A たちに続いて門を越え、たくさんの船が怒りを下ろす湾内に、船を進める。ラッパミーヤが首をかしげてつぶやく。 確かに、どこからともなく、トランペットの音が聞こえてくる。微妙に哀愁が漂う曲調だが、なかなかうまい。湾の先端にある灯台のてっぺんで、きらびやかな服を着た太ったネズミ人が吹いているようだ。港湾職員の小舟が先導に来ました。彼らの旗に従って入港いたします。頼む。湾内は大型船で混雑しているので、総船が、得意なブラウニーに一任する。ようやく港に入ったの 入港したと聞いたアリサが戻ってきて、キョロキョロと周りの船を見回す。佐賀帝国、パリオン神国、ガルデオン同盟、結構、いろんな国の船が入っているね。ご主人様、あの外輪船は、イタチ帝国のアリサが黒い色をした大型船を呼びさして訪ねてくる。あれは佐賀帝国の魔導船だよ。イタチ帝国の船は、あのオール付きの補船だ。へえ、意外ね。マップ検索で調べたところ、 オールを操作するのは奴隷ではなく、小型のリビングドールや中型のゴーレムのようだった。あの火山が迷宮なのそうだよ。アリサが湾内にある小島を指さした。九州観光で見たことのある平時の桜島のような白い噴煙を立ち上らせている。島に宿泊施設がないのか、探索者らしき人たちを乗せた小舟が、出島島の本島との間を往復していた。到着上陸なのです。 ブラウニーたちとお揃いのセーラー服を着た玉とポチが、シタンのポーズで、保線のタラップを降りた。今日は、まず、ハヤトに会いに行くの勇者はまだ迷宮みたいだから、まずはオーティの面会予約に行ってくるよ。今までの定期更新で得た情報から推測したローテーションだと、勇者が、デジマ島の迷宮から出てくるのは、2から6日後くらいのはずだ。マップ検索では、オーティは、デジマ島を留守にしていると分かったのだが、 表敬訪問の申し込みくらいはしておかないと、礼儀知らず扱いされてしまうので、スルーするわけにもいかない。黒として約束してある、ノロウィーの紹介の回答は、未だにテートにいるようなので、時間がある。一向に回復しない彼のスタミナの減り、具合からして、サボタージュしているのではなく、俺の要望に応えるために奔走しているようだ。キーダリーなのです。マストを利用した簡易クレーンで、馬車が降ろされ、ミーやとルルに手綱を引かれた、二頭の馬型ラップを降りてくる。 なお、簡易クレーンは、ナナとカリナ城による人力だ。今のナナなら、ビ力の腕で馬車を降ろせるはずなのだが、周りの船がやっている簡易クレーンを、真似したくて、理術を使わなかったらしい。ご主人様、馬車の用意ができました。久々の魚車ポジションに座ったルルの前で、馬車馬のキーとダリーガブルンと鼻を鳴らす。久々の出番に、やる気十分な感じだ。案外、出かける前に、俺が手図から配合した飼料を食べたからかもしれないなんてね。 それにしても、シガ王国の貿易都市並みの賑わいね。うつぼう？それを言うならつぼ焼きなのです。タマとポチが、港湾労働者たち向けの屋台を見ながら告げる。そんな店はない、もしかして、人種のルツボルツボと言いたかったんだろうかご主人様、それでは行ってまいります。マスター、吉報を待ってほしいと告げます。頼んだよ、リザ、ナナ。礼服に身を包んだリザとナナの姿が新鮮だ。二人には、 出ジマ島行政府まで、俺の買いた面会申請の手紙を届けてもらうのだ。ルルが御社をする馬車に、ビザとナナが乗り込む。ナナはマイペースだったが、ほとんど馬車に乗らない、ビザは少し緊張気味だ。では、行って参ります。死者の役目が終わったら、行政府前広場の赤い屋根の宿に部屋を取っておいてくれ、そこで交流しよう。はい、わかりました。俺は、マップとトーミクレアボヤンスの魔法で確認した宿の情報をルルに告げる。 走り出した場所に手を振って見送った。貝串主うめは貝柱がコリコリしていて美味しいのです。お醤油がかかっていたら、もっと美味しいのにもったいないですわ。俺は、年少組とカリナ城を連れて、迷宮探索者たちの小舟用鳩場へと向かった。ちょっとした情報収集とおやつの買い出しだけのつもりだったのだが。む、歯車水晶の歯車かしらここは、迷宮で手に入ったガラクタを売る露店が並んでいた。 ミーアが興味を示したような水晶の加工品が多い。露店では、販売だけではなく買い取りも行っているようで、探索者たちと、店主の熱い価格交渉が、そこかしこで行われていた。おいおい、300センって、イヤーツピスターの買い取りが安すぎるだろ。行政府での買い取りが減ったから、市場に品がダブついてるんだよ。310なら買ってやる。せめて500だ。それ以下なら、 他のガラクタと一緒にノロ呪ーの紹介にでも叩き打った方がマシだ。おいおい、あんなイタチ野郎のぼったくり店と比べるな。お前は、タヌキ野郎だろ、似たようなもんじゃねえか。人族の探索者の言葉が頭に来たのか、タヌキ人の店主が歯をむき出しにして威嚇する。その向こうでは、アシカ人の薬師とトカゲ人の探索者が、魔法薬のことで揉めていた。おい、薬師なんだこの魔法薬は。あん。 前に売ってやった筋力増加薬じゃねえかよく聞いたろ聞きすぎなんだよ。魔法薬を飲んで、確かに、攻撃力がガンガン上がっていったさ。いいことじゃねえか。ああ、いいことさ戦闘が終わった後に、腕から血が噴き出して、剣も握れなくならなきゃな。俺たちは、死ぬ思いで迷宮から逃げ帰ってきたんだ。胸ぐらをつかもうとする探索者の手を、アシカ人の薬師がするりと避ける。 テテカテカ光る体毛に油でも塗っているかのようなしなやかさだ。ちゃんと、ここに注意書きが書いてあるだろ使用後は、戦闘に支障をきたす場合があるのでご注意くださいってなくっ、字なんて読めるか。なおもつかみかかろうとする探索者を、通りかかった筋肉だるまな虎人の衛兵が仲裁を始めたようだ。なんとなく、こちらの商人は、志賀王国で見かけたイタチ商人の媒称のような印象を受ける。ねえ、何か、面白い道具はないの あん。良い見なりだな貴族の娘かええ、そうよ。ノームの露天商の前で、アリサが髪をかき上げると、他の子たちも、真似して、シャランと髪をかき上げるポーズを取る。露天商は、子供たちではなく、髪をかき上げるポーズをしたカリナ嬢の胸の動きに目を奪われていた。色気を感じたようではなく、なんとなく気味の悪いものを見てしまったというげんなりとした顔だ。丸っこいたるのような体型が、 標準のノームの美的感覚には沿わなかったようだ。ご主人様。これ見てこれ見て。アリサに手を引かれて行った露店には、オルゴールやゼンマイ仕掛けのおもちゃが並んでいた。店主は魔法道具だと言っていたが、ごく普通の道具だ。そして、アリサの見つけたものはそれらではなかった。フィギュアそうよ。それも手にかけるイサムのヤマト君のよ。どこかで聞いた名前そうか、ヒカルが好きだった少女漫画の主人公だ。これは、 どこで手に入れたか聞いていいかなそりゃあ、無限迷宮だろ。常連の冒険者から買ったやつだ。確か、迷宮内で、灰色の岩が立ち並ぶ幻の街を歩いていて、見つけたって言っていたぞ。てっきり、過去の店員者が、金策のために手放したものだと思ったが、違うようだ。ご主人様、もしかして、あの火山島の迷宮から、元の世界運、どこかの日本へ繋がっている場所があるのかも。 アリサが拳を握りしめて、そう訴える。だが、そんなにうまい話があるなら、定期更新の時に、勇者が何か言っていそうなものだ。そうアリサに指摘しようと思ったのだが、アリサの瞳に浮かんだ強襲に負けて、口に出せなかった。そして、代わりに口に出したのは、こんな言葉だ。勇者が迷宮から出てくるのは少し先だろうし、一度迷宮に入ってみるかいやったー。わからい少々なのです。うん、探索。 狂気するアリサに続いて子供たちが飛び跳ねて喜び、波に乗り遅れたカリナ城が、キョトキョトとした表情で、俺と子供たちの間に視線をさまよばせる。俺は、店主に、イタチ帝国の金貨を握らせ、フィギュアを売りに来た迷宮探索者イタチ帝国では冒険者というようだの情報を聞き出した。はじめは、情報を渋っていた店主だが、フィギュアやオルゴールなどの売り物をいいねで買い取ってやったら、油を刺したばかりの歯車のように、滑らかに情報を語ってくれた。 教えられた冒険者がマップ検索に引っかからない。多分、こことは、別マップにある無限迷宮を探索中なのだろう。聞き出した情報を、交流欄のメモ帳に書き込んでいると、聞き覚えのない声が、俺の名を呼んだ。あれサトゥーそれにハニーちゃんもいるじゃん。振り返った先にいたのは、こんな場所にいるはずのない人物たちだった。15の八出島島に、サトゥーです。久しぶりに出会った友人とは、 時を忘れて語り合ってしまいます。たっぷりと話し終わった後に、お互いに誰だったか思い出せずに笑ってごまかし合うのも、様式美というやつなのでしょうか。虎耳。狼耳の人なのです。振り返った先に、板野のは勇者隼人の従者である、ルススとフィフィだった。公宮子で出会った時も、接触の機会がほとんどなかったので、AR 表示される情報がなかったら困ったことになっていただろう。隼人と一緒に迷宮で戦っているはずの彼女たちが、なぜ、 こんな場所にいるかと,いう,とうわっ、ひっどい毛がね。アリサが二人の体を見てチェックする。ルッスは、左膝から、下と右腕が、二の腕から先が欠損しており、フィフィも右足が根元近くから、なくなっている。右目の眼帯も、ファッションではなく失われた眼球を保護するためのものなのかもしれない。ちょっと魔法戦でドジ踏んじゃってね。佐賀帝国から、義士と義足が来るまで戦力になんないから、ここでブラブラしてるんだ。 ルスストフィフィは、軽い口調で自重する。迷宮都市セリビーラでもドイケッソンは珍しくなかったが、勇者パーティーの前衛を務める彼女たちなら、万難を排してでも、癒やすはずだ。ロレイヤ様に何かあったのですか俺は、勇者パーティーの恋神聖魔法の使い手である、おっとり系巨乳美女の名前を出した。彼女ならドイケッソンも治せるはずなので、彼女が死亡し、なおかつ、エリクサーのストックが切れた状況なのではないかと思ったのだ。あの子は、 ちゃんと、はやとと一緒にいるよ。リーンとメリーもね。名前の出なかった長耳ブーチ族で、弓使いのウィーアリー上が気になる。二人とも、こんな往来で話す、内容ではありません。体格のいい二人の影に隠れて見えなかったが、彼女たちの後ろには、背の低い女性がいた。AR 表示によると、彼女も、勇者の従者の一人で、初期間のののという女性だ。更新でよく話した相手だが、通訳越しとは印象が違う。 勇者なし相手には、すごくぶっきらぼうな口調なのに、ずいぶん普通の人みたいな感じになっている。もしかしなくても、彼女は勇者ななしが嫌いなのだろうか予想以上に背が低く、ありさとルルの中間くらいの背丈だ。顔は年齢相を出し、ボディラインのメリハリも十分なので、子供と間違えられることはないだろう。ペンドラゴンししゃ2人の無礼をお許しください。ナナよりも、無表情なののが、俺に、ペコリと頭を下げて謝罪する。 佐賀帝国の人は、謝る時に頭を下げる習慣があるようだ。俺たちは、先ほどの話の続きというか、ハヤトたちの現状を教えてもらうために、彼女たちの泊まる高級宿に同行した。キーダリーもいるのです。うん、正解。子供たちの視線の先には、ペンドラゴン家の紋章をつけた馬車が見える。ルルの姿はないが、マップ表示によると、行政府内にあるご物たちが集まる休憩所にいるようだ。ほんとね 向こうの敷地は行政府なのかしらアリサの質問に思考する。この宿にいるって、ルルに伝えてきてくれるかいうん、了解。タマに頼んだつもりだったのだが、自信満々に薄い胸を叩いて引き受けてくれたのはミーアだった。念のために、タマとポチッチを護衛につけて、ミーアにお使いを頼んだ。魔王の呪い、ですかええ、祈願の指輪ウィッシュリングでさえ、呪詛を払うことができませんでした。 ルススとフィフィの V 結晶を直していない理由を尋ねたところ、勇者の文官ののから、魔王の呪詛が原因だと教えられた。AR 表示される二人の状態に呪詛はない。そんなに見つめられると照れるにゃ。もむかルススが手で、フィフィが下から持ち上げた胸を突き出してくる。どうも胸を見ていたと勘違いしたようだ。フィフィは、年下をからかうのが好きらしい。だ、ダメよ。そうです。ダメなのですわ。左右から、 アリサとカリナ城が、俺の腕を捕獲する。アリサの方はともかく、カリナ城に捕まった腕は、主服の感触に包まれた。誤解ですよ。呪素というのが、どういうものか気になったんです。魔王の呪素は、見てわかるものではありません。ナルリューの龍眼なら、呪素を見破ることもできるでしょうが。龍眼というと、旧電気地テンプルナイトのリートディルト城が持っていると言っていたやつか。精霊士スキルを出得した時の要領で、 正気が見えないか試してみた。ダメ元だったのだが、視界の隅に、かすかに黒いうにょにょ、したものが見える。正気死スキルを得た。早速有効にアクティベートしてみたところ、ルススとフィフィを縛る黒いもやの鎖のようなものが見えた。あれが、正気、魔王の呪詛だろう。直接触って返せば、除去できそうな気がするが、呪詛のように当たる場所が心臓の真上なので、理由を話さずに実行するのは難しそうだ。後でアリサたちと相談して、 どういうタイミングで呪詛を解くか決めよう。呪詛さえ解けば、ロレイアの上級神聖魔法で V 欠損を修復できるだろうしね。魔王と迷宮の主ダンジョンマスターが共闘ですかはい、私たちも、その確信を持てたのは、前回の魔王戦の時です。それまでは、魔王こそが迷宮の主ダンジョンマスターとして君臨していると考えていましたから。文官ののに、ハヤトたちの近況を教えてもらったところ、そんな回答が返ってきた。 最初の2回で、ネズミ魔王に転移で逃げられたから、3回目は、転移を封じて圧殺する予定だったんだけどさ。マクイ爆鎖って、神代の秘宝アーティファクトで魔力を封じて、あとは倒すだけって感じだったんだけど。ルススとフィフィが、3回目の魔王戦の時の話をしてくれた。それにしても、ここの魔王は、イタチじゃなくてネズミだったのか。なんとなくイタチだと思い込んでいたよ。魔王が紫色に光ったと思ったら、マシンガン、や、クレイマーとか言う。 勇者の国の国武器を取り出ししててきて暴れ出したんだ。まったく変身以外にもあんな隠し玉があるなんて思わないよ。あの時は死ぬかと思ったよね。その時に私たちやウィーが大怪我しちゃったんだ。隼人がいなかったらあそこで全滅していたよね。2人が言うには幕井爆鎖の発動中は支援魔法も装備の魔法防御も全て無効になっていたらしい。その中で有効だったのは勇者や魔王のユニークスキルだけだったそうだ。 この、マクイ爆鎖ククは、前にマキワ王国との戦争で、イタチヒト族が使っていた、マクイより、はるかに強力な品らしい。おそらく現代技術で再現しようとした劣化コピーが、マクイなのだろう。それでも、ハヤトが、あと一歩まで追い込んだんだけど、入り口から魔物がなだれ込んできて、その隙に逃げやがったんだ。ねえねえ、その話だと、魔王がダンマスでもおかしくないんじゃないの悔しそうなルススに、アリサが尋ねた。 魔王は迷宮核ダンジョンコアに触れていなかったんだよ。アリサ殿下、迷宮の主ダンジョンマスターが迷宮を操作するときは、迷宮核ダンジョンコアに触れる必要があるのです。ルススの答えを、文官ののが補足してくれた。かつて、迷宮の主ダンジョンマスターになったものから、直接教えられた情報とのことだ。ノノは言葉を濁していたが、昔の勇者か、その従者が迷宮の主ダンジョンマスターになったようなニュアンスだった。 先にコアを破壊すればよかったんじゃない無理だよ、ハニーちゃん。そうそう、できたら最初からやってるってば。アリサの疑問に、ルススとフィフィが苦笑しながら否定する。迷宮の主ダンジョンマスターを倒さない限り、非実体の迷宮核ダンジョンコアに干渉できないのです。ふむ、迷宮都市セリビーラのツタのンにある偽せフェイクコアは触れたが、本物の迷宮核ダンジョンコアは影のような存在らしい。つまり、今後は、 迷宮の主ダンジョンマスターと魔王を同時に攻略するわけですね。はい。今の戦力では不可能なので、佐賀帝国に援軍を要請しています。文官の,のの話だと、出島島の無限迷宮は、毎回通路構成が変わる上に、中層付近で大きく枝分かれしており、最下層の魔王や迷宮の主ダンジョンマスターがいる領域を探すのに、多くの戦力を必要とするそうだ。俺の横に座ったアリサが、ちょいちょいと俺の袖を引く。視線を向けると、 ありさの大きな瞳がキラッと輝いた。俺は国利とうなずいてやる。私たちもご協力いたしましょう。魔王と戦うには力不足かもしれませんが、無限迷宮の迷宮の主ダンジョンマスターを抑えるものも必要でしょう。佐賀帝国からの援軍が役に立つようなら、その時点で交代すればいいし。それ以外でも、さりげなく、早田を魔王に導けば、討伐も楽になるだろう。迷宮の主ダンジョンマスターの横やりがなければ、 ハヤトが魔王を倒すのは可能みたいだしね。では、ハヤト様が戻られて、承認を得られたら、先ほどの作戦を行いましょう。はい、ペンドラゴン施策のご協力を感謝いたします。俺たちが、迷宮の主ダンジョンマスター探索に協力する線で、軍艦ののと詳細を詰め、最終的な判断は、ハヤトに任せることになった。サトゥーとハニーちゃんは、それまでどうする私たちは、無限迷宮の雰囲気をつかむために、日帰りで、 軽く迷宮に入る予定よ。あの迷宮は、頻繁に迷路が変わるから注意しなよ。ルススとアリサが、そんな会話を交わしていた。これがゲームだったら、100回遊べるダンジョンになりそうだが、現実に攻略をする立場になると、厄介この上ないのだろう。ハヤトたちも、イタチヒト族の提供した魔王の方向を指す、魔法道具マジックアイテムが来るまでは、中層から、下層の探索に四苦八苦したらしい。ルススとフィフィの耳がピクピクと動く。 それと同時に、俺の聞き耳スキルが、宿の外の喧騒を拾ってきた。なんだろう外が騒がしいね。フィフィが身軽に立ち上がり、杖を片手に窓に向かう。イタチ帝国の飛空艇？それも、快速の駆逐艦タイプのが三隻だ。フィフィが、空を見上げてつぶやき、それに驚いた文官ののが立ち上がる。大ウテも帝都に招兵されているみたいだし、イタチ帝国の帝都で何か政変でもあったのだろうかマップを開くと、 過去にマーカーをつけた人物が、その飛空艇に乗っているのが分かった。なぜ、彼女が、こんな場所に、本当に、中央で政変があったのかもしれない。ドタバタと階段を駆け上がる音が聞こえて、ノックもなしに、佐賀帝国の文官服を着た巨乳女性が部屋に飛び込んできた。名前を紹介してもらっていないが、佐賀帝国で島島中屯文館の人で、文館の野の補佐のような仕事をしている人とのことだ。大変です、のの様。 巨乳補佐さんが少し固まった。俺たちを見て来客中だったことを思い出したのだろう。何事です。は、はい。実は、文官ののに促されてフリーズから回復した巨乳補佐さんが報告をしようと口を開いたが、それよりも早く、侵入者が姿を現してしまった。お、お待ちください。邪魔よ、どきなさい。扉の外で、佐賀帝国の服を着た人が、最後の抵抗を試みていたが、 鎧姿の女性の強引な所作で押しのけられてしまった。あなたが佐賀帝国の勇者はじめまして、私は皇帝陛下直属の宮殿騎士団テンプルナイツの一翼を担うリートディルトよ。俺を見つめながら、そう自己紹介をしたのは、イタチ帝国の模型橋であったレベル57の宮殿騎士だ。なんだか、よくわからないポーズをしているのは置いておくとして、どうも、俺の黒髪を見て勇者ハヤとと勘違いしてしまったようだ。げ、く殺さんだわ。 アリサが嫌そうに呟く。ビートディルト城は追い詰められても、くっ殺せなんて言わなかったはずだが、アリサの中では、くっ殺さんであだ名が決まっているようだ。バレないですわよね。大丈夫だ、カリなどの。どっしりと構えているのだ。カリナ城が、小声で、中にオどオどと尋ねていたので、俺は椅子から立ち上がり、ビートディルト城の視線から隠すような位置取りをして歩み寄る。はじめまして、ビートディルト様。私は、 シガ王国のサトゥーペンドラゴン施策と申します。え、シガ王国俺は、勇者と間違えた彼女のミスを軽く流し、自己紹介を済ませる。自分の勘違いを悟ったリードディルト嬢が、絶句して表情を凍らせた。ルススとフィフィは、警戒心をあらわにし、クッションの陰に隠していた大ぶりのナイフの絵を掴んだ。ノノは、毅然とした態度で、俺の横に並んだ。宮殿騎士殿の勇者ハヤト様は、 魔王討伐のために無限迷宮に出かけておられます。先れの使者をいただけたら、宮殿騎士殿に無駄なお手間を取らせずに済んだのですが。丁寧な口調だったが、明らかにアポイントもなしに訪れたビートディルト城を避難している。そう、なら仕方ないわね。避難されたことにも、気づかずにリートディルト城が呟く。宙を睨んで思案していた彼女が、視線を、ついっと俺に向けた。ねえ、あなた。私とどこかで会ったことはない あなたのような美しい女性との出会いなら忘れるはずはないのですが、一体どこでお会いしたのでしょう俺は、ビートディルトジョーの手を両手で包み、ナンパ男のようなセリフで煙に巻く。彼女と会った時は、ネズミ人の着ぐるみ姿だったので、会っていないと言ってもよかったのだが、嘘を吐くのは、やばいと喪術スキルと危機感知スキルが教えてくれたので、ごまかす路線にしてみた。話しなさい、汚らわしい。ディートディルトジョーが、俺の手を払いのけ、お仏を見るような目でにがみつける。 彼女は潔癖症だったようだ。アリサが全くよ、と言いながら、ハンカチで俺の手を拭く。そういう挑発的な行動はやめなさい。私の龍眼が教えてくれている。あなたたちとどこかで絶対に会っているはずよ。シガ王国の王都でしょうかあいにく出島島に着いたばかりで、こちらの舞踏会や晩餐会には参加したことがございません。リートディレト城が確信を持った目で告げる。普通ならここで観念するところだろうが、 彼女の目は割と不穴なので、ごまかせると思う。後ろで、ぐるぐる、目に、滝汗をかくカリナ嬢が不安材料だが、アリサが何とかしてくれるはずだ。そこにイタチ帝国で見かけた、男性騎士が駆け込んできた。ビートディルト城の随伴騎士だ。ビートディルト様。あら遅かったわね。必死な随伴騎士とは裏腹に、ビートディルト城は、俺から目を離さないまま、普通の口調で返した。勇者悪すみたい。それより、 この黒髪の子に見覚えないいいえ、存じ上げませんが。そう、おかしいわね。炊飯器士の発言に勢いをなくしたリートディルト城が、皇族の炊飯器士たちに連行されていった。皆様、リートディルト様の無礼に、ご立腹のことと思われますが、何卒ご感ください。炊飯器士の筆頭君が、主人に代わって謝罪し、正式なお詫びは後日に必ずすると、告げて去っていった。なんだか、魔法戦にも乱入してきそうね。 戦力になるならいいじゃないか。まあね。格好良よく魔王に突撃して蹴散らされて、せいぜい、勇者や私たちの踏み台になってもらいましょう。アリサの黒い発言に、文官ののまで、それがよろしいですね、と今意見を見せ、アリサと二人で、ほほほと笑いあった。二人とも目が笑ってなくて、カリナ城だけでなく、ルススとフィフィの二人も怯えた目を見せていた。うん、まあ。すげえな。ルススとフィフィが、ルルの作った唐揚げを絶賛する。 ビートディルト城の騒動の後に合流した仲間たちと勇者の留守番組の交流を兼ねて、高級宿の個室を借り切って宴を開いた。おふこからすルルの料理はすごくすごいのです。賞賛の声を上げるルスと、フィフィを見た玉とポチが、テーブルの上に足を踏み出さんばかりの勢いで主張した。うん、確かに美味しい。この赤い酸味のある果実が特にいいね。ウィー、次は何を取りましょうそれじゃ、あの肉を巻いた棒状の野菜を頼む。 弓兵で、長耳みのウィーアリー上が、トマト料理に舌包みを打つ。文官ののが、海外式世話を焼くのは、ウィーアリー上が、魔王との戦いで、死死を失っていたからだ。介助役の人間は他にもいるようだが、ノノは、自主的に世話を焼いているらしい。二人は仲良しのようだ。アスパラ肉巻きは美味しいと告げます。ム、素焼き。ウィーアリー上の選択に、ナナがうなずき、ミーアが、素焼きのアスパラの方が美味しいと、異を唱えた。 肉が食べられるようになっても、ミーアは、油の多い料理は苦手なままのようだ。メインキター。やったから。なのです。扉の向こうから現れたメインディッシュを見つけたアリサたちが、喜びの声を上げる。お待たせしました。メインの牛の丸焼きです。ウィザトルルが、巨大な皿を、テーブルの中央に並べる。レベル上昇がもたらす、強大な筋力のおかげだと、分かっていても、が、体の良い男たちでも、 無理そうな一トン級の牛の丸焼きを、年若い娘二人が運んでくる姿は、なかなか非現実的な光景だった。港町なのに肉尽くしなのは、魚に焼き焼きしている勇者関係者に配慮しての選択だ。仲間たちも、魚より肉の方が好きだしね。ご主人様、どうぞ。ありがとう、リザ。リザが、丸焼き争奪戦の戦利品の乗った皿を、俺の前に置いてくれた。うん、うまい。リザも亡くなる前に食べておいで。 はい。ではお言葉に甘えて。戦士の目になったリザが争奪戦戦場へ飛び込んでいく。丸焼きは、瞬く間に姿を変え、ものの10分ほどで出汁も取れないと思えるほど、綺麗になった骨だけが残されていた。さて、お腹もいっぱいになったし、迷宮に行く前に少しやることを済ませておこう。15の旧無限迷宮、て、サトゥーです。弱いという言葉を初めて知ったのは、平安貴族を題材にした漫画だった気がします。 少女漫画の主人公が痴漢と叫んで、貴族の頭を蹴る姿と、蹴られて唖然とする貴族の表情が印象に残っています。こんばんは、泥棒です。余計なことは言わなくていい。怪盗ファッションのアリサの頭をポカリと叩き、俺は、ベッドで眠るウィーアリージャーの傍らに歩み寄る。なんとなく、余い男みたいで背徳感がある。深夜に、女性の部屋を訪れたのは、エッチな目的ではない。勇者の仲間たちの部位欠損を修復するためだ。 上級の精神魔法ってすごいわね。いたずらし放題じゃない。深い眠りについたウィーアリー以上の長い耳を、ツンツンと指でつきながら、アリサが不埒なことをつぶやく。眠っているのはウィーアリー以上だけでなく、勇者一行を含む宿の,宿の宿泊者従業員すべてだ。それにしても、強制ギアスで多言無用ってすれば、眠らさなくてもよかったのに。こっちの方が面倒がないだろう。それに、俺の目的は、彼女たちの手足を復元してやることであって、 彼女たちに恩を着させることではない。始めるぞ。俺は、そう断ってから、ウィーアリー城を、リルクの型マジックモールドで作った透明なベンドに移動させ、アリサに頼んで、彼女の服を脱がせる。もちろん、フラチな目的じゃないので、服を脱がせ終わった彼女の体には、布をかぶせてもらった。まずは正気を解く。俺は、正気死を有効にして、ウィーアリー城の欠損部分を見る。黒くまがまがしいもやが欠損部位を起点に、 ウィーアリー上の体を縛っているのが見えた。全体を見るために布を剥いだが、小騎士を発動中は、視界がモノクロになる上に、ネガポシ反転画像のように見えるので、エロさは全く感じない。俺は、もつれもつれた糸をほぐすように、魔王の呪いと称されていた、小騎の愛をへがしていく。なかなか強固な上に、複雑に絡み合っていたが、10分ほどで除去に成功した。サンプル採取。ウィーアリー上から採取した血液から、 欠損した腕や足などの部位を再現する。現代科学に詳しい者からは、うろん舐めて見られそうだが、上級術理魔法によるクローニングは、本人のものであれば、万能細胞でなくても問題ない。さすがはファンタジーだ。傷復元。俺は、指先に伸ばしたままで、欠損部位の傷跡を切り裂いて、傷を復元する。出血しすぎると危ないので、傷口は、術理魔法のビルクの型マジックモールドで作った透明なカバーで押さえておく。 欠損部位、結合。先ほど作成した部位を傷口に押し付け、エリクサーを振りかけると、ピタリとくっついた。俺は、上級資料魔法の完全表意パーフェクトポゼッションで、ウィーアリー状に乗り移り、結合した腕が動くことを確認する。成功だ。うわ、起きたかと思った。無事に成功した喜びのあまり、ウィーアリー状に乗り移ったまま喋ってしまった。俺は、元の体に戻り、アリサに驚かせたことを詫びた。 すまん、戻るのを忘れていた。続けるぞ、アリサ。オッケー。俺は、ウィーアリー城の残りの手足を結合し、続けて、ルススとフィフィの V 欠損を修復して回った。もちろん、フィフィの目も一緒に直してある。あとは手紙を残せばよいだろう。文官ののの枕元に、勇者七な,なの署名で V 欠損を治癒したことと、治癒後のリハビリについて記した手紙を置いておく。自分たちの部屋に戻った後魔法を解除し、 古等宮殿に退避していた仲間たちを宿に呼び戻し、その晩は大きなベッドで仲良く眠った。サトゥー。大変だ。起きろ。大変なんだ。朝っぱらから部屋に飛び込んできたのは、ハンダのルススとフィフィだ。ローライズのパンツと、おへその見える丈の短いシャツしか着ていない。ノーブラらしく、躍動感あふれるダイナミックな動きだった。おはようございます。ルススさん、フィフィさんお二人とも、 その手足はどうされたんですか俺は驚いたふりをしながらベッドから降りて二人のかもとへ歩み寄る。ベッドの上ではナナや子供たちが目をこすりながらむくりと頭をもたげていた。なお、すでに起きていたリザは庭で槍を振っており、ルルはその横で朝の体操をしているようだ。それが朝起きたら治ってたんだ。お前が何かしたんじゃないかって思って。ハイテンションの二人が俺の手をつかみ上下に振った。 腕と一緒に揺れる質量のせいで、目のやり場に困る。ふ、二人とも早いぞ。そんな二人の後ろから、ウィーエリー嬢が姿を現した。獅子に力が入らないのか、ふらふらと頼りない姿だ。よろめいた彼女に手を伸ばし支えてやる。ありがとう、サトゥー。落ち着いた雰囲気のウィーエリー嬢も、欠損部位が治ったことがよほど嬉しいのか、こぼれるような笑みを振りまいている。ところで、この奇跡はサトゥーがしてくれたのか そう言うと、俺の答えも聞かずに、ウィーエリー城が抱きついてきた。勇者パーティーの中で、唯一日韓が薄い彼女だったが、どうやら気痩せするタイプだったようだ。ちょ、ちょっと。ご主人様に何してるのよ。ムー、ギルティ。鉄壁ペアが阻止しようと、ベッドから這い出てくるが、寝起きでうまく動けないようだ。朝から何をしているのです。キリッとした表情で、軍艦ののが三人娘をたしなめてくれる。早朝だというのに、 彼女は、制服をピシッと着こなしてあれのの、スカート。忘れてるよふむ、ののも若者を誘惑するような年になったか。三人娘の言葉がとっさに理解できず、頭に果てなマークを浮かべそうな顔をしていたののが、視線を下に向けて真っ赤になった。す、すみません、出直してきます。ののが悲鳴を上げて飛び出していった。どうやら、彼女もポンコツ属性を持つようだ。しばらくして戻ってきたののが、 三人娘の V 欠損を直したのが、勇者ななしだとみんなに告げて、朝の騒動は収束した。もったいないわよねから。まだ言っているのかだって、ご主人様の進化が増えたかもしれないのに。無限迷宮のある島へ向かう渡し船の上で、アリサがぼやいた。そもそも、進化を増やしてどうする。迷宮へ向かうのは、ペンドラゴンチームにカリナ城を加えたメンバーのみだ。ルススたちは、町の外れにある訓練所でリハビリをしている。 勇者が戻戻っってててくるるまでに、に本調子に戻してみせると言っていた。アリサ、その辺にしておきなさい。ん、ライバル不要。リザがアリサをたしなめ、ミーアが刻々とうなずく。そんな会話を交わしている間に、私船は、迷宮島の鳩場にたどり着いた。魚ちっちゃな魚がいっぱいなのです。鳩場から見える海中に、イワシのような小魚が群れをなして泳ぐのが見えた。サびきでもしたら、たくさん釣れそうだ。 おい、そこのお前ら、見ない顔だな。漁師風のイカつい中年男性が、俺たちの方へとやってきた。ご主人様に無礼ですよ。リザが、マヤリを男に向ける。おっと、怖い姉えちゃんだ。槍を下ろしてくれ、イチャモンをつけに来たわけじゃない。中年男性は、リザの剣幕に交参のポーズで、一歩後ろに下がった。迷宮の入り口はあそこだが、初めての人間は、 そっちの冒険者ギルド会館で手続きをしておく必要があるんだ。男は、迷宮島の中央にある火山を指さした後、港の端にある灰色の建物の肩に顎をしゃくった。迷宮前の勧誘受付で、ごねる冒険者志願者が多いからな、初見の奴が来たら教えてやってるのさ。なるほど、両者の距離は結構離れている。クレームをつける奴も、それなりにいそうだ。俺は、男に礼を告げ、親切のお礼とリザの早とちりの詫びに、 金貨相当の戦士兵を握らせておいた。おーっと、兄ちゃんわかってるねー坂の途中にいる高度職の街灯を着た狸人に話しかけて、皆奴は、元冒険者で、上層の魔物に詳しいぜ。そういった男は、上機嫌に戦士兵を振りながら近くの酒場へと突撃していった。いやあ、テンプレだったわね。アリサが満足した顔で、ギルドショー片手に冒険者ギルド会館を振り返る。F から A に上がっていく冒険者ランクに、 美人受付場の長い行列、おっさん受付は案の定ギルドマスターだったし、掲示板にはたくさんの依頼表。やっぱ、冒険者ギルドは、各あるべき屋根から。歌うように告ぎるアリサに、仲間たちは、温かい視線を向ける。アリサ以外で興奮した様子なのはカリナ城だけだ。佐賀帝国の冒険者ギルドを模しているようですわね。へえ、そうなのええ、お父様の著書にありましたわ。カリナ城とアリサが、 迷宮への賛同を登りながら、そんな会話をしていた。カリナ町の父である、ムーノ伯爵は勇者研究の第一人者第一人者なので、初代勇者が起こしたという冒険者ギルドも研究対象だったのだろう。迷宮へ向かう坂道の途中に、高度色の街灯を着た狸人がいた。港の男の紹介だと告げると、狸人は、迷宮の主な魔物の話を聞かせてくれた。まあ、そんなところだ。最初の何度かは、様子見に手しろ。 機関棒とかくらん玉を持っていくのを忘れるなよ。地図は当てにならんからな。俺は、彼の情報に政治兵を支払い、親切な忠告に礼を言って、その場を去った。上層は、魔覚以外に稼げるものが少ないらしい、リビングドールやアイアンゴーレムが出始める上層終盤からが本番だそうだ。芋魚の塩焼きなのです。迷宮前なのに、肉はないようですね。獣娘たちが迷宮前に並んだ食べ物屋台を覗き込んでいる。 そこの貴族様。地図はどうだい二十枚組の地図が今なら、たった千銭だよ。物売りの青年が、紙束を片手に売り込んできた。出島島の無限迷宮は、毎回通路構成が変わるので、売られている地図は、初心者から金を巻き上げるためのものが多い。出来によっては買ってもいいかなへっへーうちの地図はすげーぜ。自信満々に見せる地図は、フェイクとは思えないくらい書き込んであった。通路のつながりだけでなく、 部屋の場所や危険地帯、水場などの情報もある。詐欺にしても、ここまでやるのはすごい。仲間たちが、俺の考えを問うような視線を向けてきたので、アイコンタクトで考えがあると伝える。アリサが、下手くそなウィンクを返してきたが、特に突っ込まずに話を続けた。なんせ、佐賀帝国で地図やマッパーをやっていた B 級冒険者が書いたもんだからな。良さそうだし、買うよ。毎度。俺は、買い上げた地図を、 格納カバン経由でストレージへと収納した。どうして、詐欺って分かっているのに買ったの通路以外の情報は使えるかもしれないからね。もし、詐欺だったとしても、イタチ帝国以外で使い道のない戦戦士兵がなくなるだけだ。格乱玉を買ってくれ。火山灰から作っているから格安だぜ。魔物よけはあるかないと、休憩もろくにできないぞ。無限迷宮の初心者なら、機関棒は絶対持っていけよ。 帰れなくなるぞ。坊主魔法店の出張所だよ。魔法薬が今なら3 0 0銭だ。俺が地図を買ったせいか、屋台の売り子が商品を持って殺到してきた。せっかくなので、いろいろと現地の品を買い集めておく。ぼったくり価格だったので、ありさとルルがサクサクと値切っていた。なお、機関棒というのは、ゲームによくある迷宮入り口までの転移アイテムではなく、出口の方に向けると光るだけのアイテムらしい。 この機関棒以外は、迷宮都市セリビーらと一緒じゃないの多分ね。アリサの問いに思行する。これは、越後屋商会の職人たちへのお土産だ。もしかしたら、技術向上のヒントが眠っているかもしれないからね。どう勇者は無事みたいだ。彼の仲間も、深刻な怪我はないみたいだね。入り口で記帳し、迷宮の門を潜った俺たちは、狭い下り坂を進む。全マップ探査の魔法で調べたところ、勇者一行は、 最下層から、中層の補給基地へ戻るコースをたどっていた。ややこしい言い方になったが、この無限迷宮は、木の根に似た構造を持つ。獣娘たちと脱出した、清流氏の悪魔の迷宮と同じような感じだ。木の根と違うのは、中層まで、枝分かれと合流を繰り返しているところと、ところどころ地下系のような大空洞があることだ。全体的に、ゴーレム系やアンデッド系の敵が多く、俺が観察している間にも、通路が塞がったり、 壁が崩れて、通路に変わったりしていた。なんとなく、一定時間で通路が変わる、虎座ーヤの迷路をイメージしていたが、どこか機械的なブロック構造だった迷路と違い、ダンジョンマスターものの物語に出てくるような迷宮の構造変更だ。ここの迷宮の主ダンジョンマスターになったやつは、ダンジョンマスターものの物語が大好きだったのかもしれない。DP ダンジョンポイント的なもので、この前手に入れたフィギュアをゲットしていたのなら、ドラドラマガジンの最新号が手に入らないか尋ねてみたいものだ。 連載中の、グンオンリーの金色レジェンドや、冴えてる彼女のトリニティの続きを読みたいんだよね。おっと、思考が横道にそれてしまった。マップ検索で探してみたが、迷宮の主ダンジョンマスターは見つからなかった。聖流氏の悪魔の迷宮やセリビーラの迷宮でも、見つかったことがなかったので、想定の範囲内だ。きっと、別マップのダンジョンマスター部屋にでも隠れているのだろう。そして、本命の魔王だが、満身創いながらも生存しており、 勇者が戻ってくるのとは違う最下層にいる。レベルは、64とやや低く、アリサと同様のスキル隠蔽によって、スキル、不明と表示されていた。称号は、魔王というオーソドックスなのに加えて、追われる者、虐げられる者、小さな反逆者、芸術家という隠し称号があった。こいつは、虐げられた挙句に、魔王への道を歩んでしまったのだろうか少しだけ、魔王の出事が気になった。混んでるわね。セリビーラも一緒だろ 狭い下り坂の通路を抜けた先の広場では、いくつもの冒険者パーティーが魔物と戦っていた。ハイドロゴーレムやダマバイゴーレムというマッドゴーレムの一種が序盤の敵らしい。この迷宮は、工場的に濃淡を変化させる霧が出ており、大部屋でも視界が悪い。しかも、濃い霧に投射された幻影が、リアルな映像からぼんやりしたシルエットまで千差万別なので、無限迷宮に慣れた冒険者たちでも、幻影を見て驚いたりしている。たまに、 足音のしないダマバイゴーレムが霧に紛れて襲ってくるので、かなり嫌らしい迷宮と言えるだろう。俺はレーダーがあるから、どこから敵が来るかわかるが、普通の冒険者は大変そうだ。ファイヤー魔法使いがいっぱいなのです。玉とポチが、霧の向こうに見えた河川を指さす。冒険者の中には魔法使いもいるらしく、時折赤い炎が、薄暗い洞窟を照らしていた。スキルに非魔法を持つ者が少なかったので、 あの炎使いのほとんどは失えによるもののようだ。フレンドリーファイヤー上等な感じね。うん、危険。あ、盾役の人が後ろから飛んできたボヤ弾に撃たれました。入り口付近のせいか、慣れていないものが多い。はいそう。こっちに逃げてくるのです。えそうしてくるパーティーを見かねたリザがこちらを振り向く。ご主人様、介入してもよろしいですかいいよ。俺が頷くと、リザが足元の石を、 尻尾で真上に跳ね上げ、ポチが鞘に入ったままの剣で落ちてきた石を撃つ。石は、一撃でハイドロゴーレムを撃ち倒し、貫通した石をいつの間にか回り込んでいた玉がキャッチした。玉が、ストライクと宣言していたが、どちらかというと、デッドボールだと思う。ご主人様玉が、小さな魔覚と高度色の玉を持って帰ってきた。うわ、相馬魂ゴーレムソウルだ。こんな浅い場所でも出るのか。よし。 次は俺たちも出すぞ。玉の持つ玉を見た冒険者たちが騒然とし、交戦相手のバイドラゴーレムへの攻撃を一層激しくした。俺たちが助けた冒険者パーティーは、とっくに部屋を抜けていった後だったので、謎アイテムの相馬魂ゴーレムソウルの所有権について揉めることはなかった。あ、ありがとうございます。エルフ様。うん。フレンドリーファイヤーで背中を焼かれた盾役の熊人女性が、治癒魔法をかけてくれたミアに、礼を告げていた。どうやら、 先ほどのパーティーに見捨てられたようだ。ちょっとだけ彼女に同情したので、半年ものの水増し回復魔法薬をお守りに進請しておいた。使い道がなくて、ストレージ内で死亡していたやつだが、彼女のレベルなら、貧死の重症からでも回復できるだろう。足音ドカドカ音がしているのです。冒険者を追いかけて敵が来るみたいだね。げっトレインなんてマナーが悪いわね。二つほどの冒険者パーティーを追って、 大小様々、生物がやってくるのが、レーダーに映った。ハイドロゴーレムを倒しながら、通路を進むと、前方から、身軽そうな石膏の男が、回廊の向こうから、姿を現した。あんたら逃げろ。鋼鉄アイアンゴーレムが来るぞ。彼の後ろからは、彼の仲間らしき、剣や杖を持った中年冒険者たちが駆け抜けていった。ダメだ、追いつかれる。二つ目のパーティーは、重武装の騎士風冒険者たちのようだ。重武装で移動速度が遅いため、 鋼鉄ゴーレムに追いつかれそうになっていた。鋼鉄ゴーレムは、高さ3メートル強もある通路に身をかがめるほど大きい。内部から、赤い駆動光がうっすらと漏れている。くそう、せめて人たち。バカ。止まるな。ち、あのバカ。鋼鉄ゴーレムに、仲間の一人を踏みつぶされた重武装パーティーが、足を止めて、ゴーレムを振り返った。巨大な扇風機ひで挑んだが、なすすべなく、先の仲間と同様に踏みつぶされる。 まだ息があるようだし、見捨てることもないだろう。リザ。承知。最後の重武装冒険者が踏みつぶされる前に、リザの放った魔,魔法が、鋼鉄ゴーレムの頭部を撃ち抜く。ここのゴーレム製作者は、心理ネタを知らないらしく、一文字を消すだけで倒せるようなお手軽仕様ではない。もちろん、リザの魔,魔法なら、どこに当たろうが一撃だが。カリナーキーク。青い光を引きながらかけたカリナ城が、鋼鉄ゴーレムの胸元に、 必殺の蹴りをめりこませた。ゴーレム内部の赤い駆動光が消えていく。グッジョブーカリナ、偉いのです。実は、オーバーキルだったのだが、玉とポチは、気にせず、口々にカリナ城を称賛する。カリナ城が、まんざらでも、なさそうな顔で振り向いた。先ほどの技について尋ねてもいいかしら鋼鉄ゴーレムの向こうから、現れた声の主に、カリナ城の笑顔が凍りついた。はてさて、どう切り抜けたものやら、 不敵な笑みを見せるリートディルト城一行に、俺も爽やかに微笑み返した。十五の十無限迷宮に、サトゥーです。世の中には、自分と同じ顔の人が三人いると言いますが、出会う確率から考えると、他人の空にというのは、もっと数が多いと思うのです。あ、あの、これは、その、鋼鉄ゴーレムの向こうに現れたリートディルト城の姿に、カリナ城がしどろもどろになる。だが、俺には、 それよりも気になること、なあった。ちょ、ちょっとご主人様、どうしようどうもしないさ。少し動揺したアリサの言葉を軽く流し、ポンポンと彼女の肩を叩いてリートディルとお指さす。あ、わかったかう、うん。私が代わりにやろうかいや、気持ちだけもらっておくよ。あまりやりたくないが、子供たちに押し付けるのは間違っている。俺が対処するべきだろう。さ、さとぅ。 大丈夫ですよ。不安そうなカリナ城にうなずいてから、彼女の前に進み出る。う、う。コーラムの残骸の陰から、うめき声が届く。おっと、こっちが先だね。俺は、踏みつぶされて、瀕死になっている冒険者たちを、無栄章の治癒魔法で癒し、そのまま、無栄章の精神魔法で眠らせた。気球の用事が終わったので、ビートディルとに向き直る。あらあなたが説明してくれるのかし。 最後まで言わせずに、ビートディルトの腹を蹴り飛ばし、後ろで棒立ちする従者の列にぶつける。さらに、ダメ押しの土魔法、螺旋石順とスドリルストーンで従者もろとも串刺しにした。ご、ご主人様さ、さとー俺の番号を見たリザとカリナ嬢が、後ろで動揺した声を上げた。他の子たちも、反応は違えど同様だ。うわ、エッグ。ナンるないさ。反応が違うのは、アリサとタマだけ。 だが、二人以外の声が尻すぼみに消えていく。うひゃあ、ドッペルゲンガーってあんななのね。のっぺらぼうドロリと溶けちゃったのです。マスター、情報提供を希望します。俺は、ログをちらりと見てから、仲間たちに説明する。もっとも、アリサの一言がほぼすべてだ。さっきの魔物は、ドッペルゲンガーっていう人の姿と記憶の一部を盗み取るやつなんだ。最初はアリサまで騙されていたが、 ちゃんと鑑定すればすぐにわかる。そもそもマーカーをつけてある本物のリートディルト帳がレーダー圏内に入ってきて、俺が気がつかないわけがないのだ。迷宮の中では知っている人に出会っても油断しちゃダメだよ。俺の言葉に仲間たちが元気よく皇帝の返事をした。仲間たちにああ言ったものの、今まで会った人からも注意がなかったし、迷宮内にも他にいないことからして、 高レベル冒険者の大量侵入に焦った迷宮の主ダンジョンマスターが新たに用意したのだろう。ドッペルゲンガーたちや鋼鉄ゴーレムが現れたのは、長い回廊の先に、大部屋が一つある通路で、終点の部屋には、ミスめメヤマヒナとの罠が満載されていた。おそらく、さっきのドッペルゲンガーたちに誘導させようとしていたんだと思う。なお、もう少し音輪な倒し方もあったのだが、仲間たちが行動する前に倒しておきたかったので、あんな無茶な感じになった。 仲間たちが、人の姿をした存在を殺す姿を見たくなかったんだよね。技の中に名前が入っているのはまずいわね。う、どうしてかっこいいのですよ。アリサの苦言にカリナ嬢が口ごもり、タマとポチが擁護する。姿を隠していても、さっきみたいに、技名のせいでピンチになることがあるでしょうからプスあ、なのです。説明を受けて、タマとポチが、驚きの声を上げた。 もしかして、今初めて気がついたのだろうか名を進めると助言します。そうですね。ナナが、平静な声で発言し、リザが言いよどむ。俺としては、カリナ嬢のうっかりは許容範囲なので、強制する予定はなかったのだが、仲間たちはそう思わなかったようだ。さ、サトゥーも変えるべきだと言ったりしないですわよね。ええ、大丈夫ですよ。俺が肯定すると、カリナ嬢が、安堵の表情を浮かべる。 偽装が必要なミッションの時は、お留守番をしていればいいんですから。にこやかな表情でフォローしたのに、カリナ嬢の顔には、裏切られましたわ、と、モノローグがつきそうな表情が浮かんでいた。ゲセヌ、それじゃ、カリナ様も同意したってことで。意気消沈にするカリナ嬢の横で、アリサが、新技名募集を始める。第1回、カリナキック新技名 A、命名大会から。妙な抑揚をつけているから、きっと、何か元ネタがあるのだろう。 ここは無難に、おっぱいキックかしらアリサ、真面目になさい。ジャンプキックでよろしいのでは稲妻フォールが良いと提案します。ム、急降下襲撃。アリサのふざけた発言をリザがたしなめ、ナナやミーが、無難な名前を提案する。そして、肉アタックハンバーグの方が強そうなのです。ハンバーグキックが良い,いのです。玉とポチのそんな発言をきっかけに、料理名風の技なばかりとなり、 命名大会は途中閉幕となってしまったようだ。ここがフィギュアの見つかった場所アリサが迷宮の中にある神殿のような場所で首をかしげる。アニメフィギュアとのギャップを感じているのだろう。違うよ。その神殿の中に隠し通路があって、その先らしい。神殿の中に入ると、いくつもの石像が飾られている。うわ、星鬼娘にラブリーモも、それに宇宙の戦士ランダムのメカ娘バージョンまである。ここ作ったやつって、 相当年季の入ったマニアね。アリサが、簡単な声を上げているが、俺は、この中の半分も元ネタが分からなかった。興奮するアリサの手を引いて、俺たちは隠し扉を抜けた。霧が濃いですね。タマ、ポチ、周辺警戒をなさい。アイアイサーラジャなのです。タマが、耳に手を当ててシュウオと強化し、ポチは、目を閉じ、てくんくんと周囲の匂いを嗅ぐ。やがて、霧の向こうに、 建物の影が見えたここが灰色の岩が立ち並ぶ幻の町らしい。灰色の岩が売って感じね。ああ、石化した秋葉みたいだね。ここは、さほど広い場所じゃないようだが、いくつかのビルやアスファルト風の地面が石を削ることで再現されている。見覚えのある町並みに、見知らぬ名前の看板おそらく、この町の実物サイズ模型を作ったのは、俺と似た日本に住んでいた転生者、あるいは転移者なのだろう。こっちのアップライト型みたいも、 中身は空ね。そうみたいだな。どうやら、ここには、他に特筆すべきものはないようだ。ご主人様。マスター、発見したと告げます。ルルとナナの声の方に行くと、半分石になった漫画本が転がっていた。その横には、いくつもの出来損ないのフィギュアが積み上げられている。どうやら、石を物質変化させて作り上げていたらしい。ご主人様、あれ。アリサが指さす先には、 猛筆で書き殴ったような文字が書いてあった。帰りたいか。乱筆で読みにくいが、カタカナで、確かにそう書かれてあった。元の世界へと通じるゲートではなかったが、ここに転生者もしくは転移者が来たことは確実のようだ。もしかしたら、この迷宮にいる魔王が武器を生み出したのと、同様の方法で作ったものなのかもしれない。そういえば、本物のクッコロ、も迷宮にいるのああ、中層あたりを探索しているよ。 迷宮に入った時に、すでに、そんな場所にいた。きっと、昨日の乱入事件から、さほど間を置かずに、迷宮へ突撃したのだろう。無理な行軍をしているのか、ビートディルト城のスタミナゲージが半分以上なくなっている。あれどうしたのマップに表示されたリートディルト城の状態が強硬になっていた。彼女のいる部屋を空間魔法の遠脇ラリモートビューで見てみると。なんだか、大変な事態になっているみたいだ。 ト明リモートビューの魔法が、俺の脳裏に映す映像と音声は、パニック映画さながらの阿鼻教官の地獄絵図だった。う、うわ、スライムの中に何かいるぞ。ま、魔術師殿魔術師殿が、どこにもおられません。へ、蛇が、スライムの中にいるぞ。ビートディルト様だけでもお逃げください。貴様らを置いて逃げるわけに配管。先ほどの俺たちをはめようとした罠と同じような部屋で、ビートディルト上一行が、 スライムの海に沈んでいる。しかも、その中には、スライムと共生する粘液ヒルスライムリーチという名前の触手状の魔物がおり、巻きついた相手を拘束して共生するスライムに引きずり込んで窒息死させるみたいだ。範囲攻撃系のスキルでスライムを倒しているが、ゲームのように死骸が消えるわけではないので、解決になっていない。さながら、スライムを利用した水攻めのようだ。なお、スライムはレイクスライムという名前で、普通のものとは違い魔物の一種らしい。 この程度のスライムなど、焼き払ってくれる。バカ者。ここは地下だぞ。このまま食われるくらいなら窒息死の型なましだ。まずいな、やけになった魔法使いが、上級の火炎魔法を唱え始めた。あんな閉鎖空間で使ったら、全員、耐火キくらいでは、済まないはず。諦めるな。この程度の敵に、遅れを取るような我らではない。絶望のあまり狂乱する仲間たちを、ビートディルト城の涼やかな声がいめる。 ビートディレト嬢が、両手の魔剣に魔力を流し、赤い輝きが仲間たちを照らした。宮電起死テンプルナイトの本気は。そして、キリッとした表情のまま、両足に絡みついた粘液ヒルスライムリーチたちに、レイクスライムの中へと一瞬で引きずり込まれてしまった。あまりのポンコツっぷりに、リアクションに困ってしまう。ビートディレト様の仇。魔法使いが上級魔法を放ち、血類を流しながら叫んだ。いやいや、まだ死んでないから。うわっ。 エロいわね。空間魔法で引き寄せたリートディルト城たちを床に並べる。ここは、先ほどのドッペルゲンガーと、退治した場所の先にあった部屋の一つだ。もちろん、稲部屋の方ではない。アリサが言うように、鎧や衣服が乱れた上に白濁した粘液にまみれたリートディルト城は、18金な世界の住人に見えてしまう。白濁粘液の正体は、火魔法で加熱されて変質したスライムの残骸だ。リートディルト城と女魔術師は、ルルルたちに介護を任せ、 むくつけき男たちは、俺が、ひとまとめに、治癒魔法と生活魔法で現状復帰する。半数ほどは、上級美魔法で黒焦げになっていたが、本人のレベルや体勢、それから、装備や補助魔法のおかげで、ギリギリ死者もなく生存していたのだ。スライムに溺れて窒息していたものは、オリジナル魔法の人命救助、呼吸で回復させた。今のところ、活躍の機会はないが、心臓に電気ショックを与える人命救助、AED というのもある。 ここは、お気づきですか一番最初に目を覚ました、リートディルトジョーがかすれた声でつぶやく。彼女たちの見慣れた着衣は、可能な範囲で、ルルたちが何とかしてくれた。無理な動きをすると、また破れてしまうので、うかつそうなリートディルトジョーには、注意が必要だろう。生きているのか。リートディルトジョーが、顔の前に伸ばした指を見つめ、辛そうに半身を起こそうと身をよじる。体に力が入らないようなので、彼女の背中を支えて起こしてやる。 よかった、みんな無事か。自分の近くに寝かされた仲間たちを視界に収めて、ビートディルトジョーが、安堵の吐息をついた。声のかすれたリートディルトジョーに、水の入ったカップを差し出す。ああ、すまない。カップを傾けたリートディルトジョーと目が合う。痴漢していた彼女の表情が一瞬で変わり、大きく目を見開いた。お前は、サトゥー。ビートディルトジョーが口から水を溢れさせながら、窓かどうまで使って、勢いよく後ずさる。 お約束通りに応急処置を施しただけだった彼女の鎧と服が動きに耐えきれずに飛び散った。ひゃあ。慌てて手で薄い胸部を隠す。俺は格納カバンから取り出した布を傍らで見物していた玉に手渡す。任せた。愛から玉がしゃがんだ状態で窓か銅を発動し、リートディルト城の前に移動する。もしかしてさっきのリートディルト城の動きを真似したのだろうか使う 感謝する彼女が布を巻き終わったのを確認してから警戒させないようにゆっくりと歩み寄る。先ほどは驚きました。この部屋で休憩していたら急に空中からビートディルト様たちが現れたのですから。空中から現れた俺が呪術スキルの助けを借りて捏造した話を聞いてビートディルト嬢が信じられないというように眉をしかめる。A、優秀な空間魔法使いの方がいらっしゃるんですね。いいや 私の部下に空間魔法使いはいない。では、イタチ帝国の緊急脱出系の魔法装置でしたか。そのような貴重なものを可視されるとは、皇帝陛下は、宮殿騎士団テンプルナイツを大切にしているのですね。あ、ああそうだな。無理やりいい話系に持ち込んで丸め込めた。ここは、上層のいいところなので、普通に考えて中層にいた彼女たちの危機を救えるはずがないからね。では失礼いたします。出口は近くですがお気をつけて。 ああ、気候らも気をつけろ。この迷宮は、どこか、他と違う。目を覚ました仲間たちを率いて、ビートディルト城が出口に向かって歩を進める。サトゥー、宮殿騎士団テンプルナイツに、興味は嫌、気候はシガ王国の重鎮であったな。先ほどの支援と治療に感謝する。例はご日つめて。ビートディルト城は、俺を勧誘したそうにしていたが、途中で思い直して、最後まで語らずに去っていった。気のせいか。 彼女の視線が和らいでいたように思える。ちょっと、ポコポコフラグ立てるの止めてよね。うん、八方美人。そうだね、気をつけるよ。アリサとミーアの苦情を軽く流し、俺たちは迷宮業に戻した。今日の目的地は勇者の中継基地だ。俺は、迷宮で無双する仲間たちの勇士を眺めながら、勇者との再会記念に、どんな日本料理を振る舞うか、頭を悩ませていた。ご視聴ありがとうございます。それじゃね